はいえそれではですね平成29年の論文式試験の出題予想会ということでまずですね本試験でも1科目目の監査論から始めていきたいと思います担当は監査論講師の草加ですよろしくお願いしますえー、とですねお手元にレジュメえっと監査論のございますでしょうか早速レジュメからレジュメに入っていきたいと思いますで。 えーとですね、まず最初にあのお伝えしておきたいのは監査論は今回、ね、出題予想会ということで山手をまあやるということで。えー 特に監査は実務上のトピックがやはり問題に反映されやすいともちろんそうじゃない分野も出ますけれども実務上の論点これが反映される可能性が高いですのでやはり、ね、皆さんご,ご承知の通り、まああり某大手企業の不正に関わる論点というのは、まあ、やはり、えー、出題可能性は高いのかなというふうふに思いますしさらにです、ね、この直前のタイミング 7, 7月の20日にです、ね、金融庁から監査法人をローテーションした方がいいんじゃないかという話も 金融庁から出されているとで、まあ、これも前々からあった話ですし後で申しますがグレードアップ当連でも、ね、出してますけどもそういったような論点も、ね、出てくる可能性が高いかなと思っておりますじゃあ早速ですが、えー、っとレジュメをご覧くださいでまず最初にです、ね、取り上げているのは、えー、過去問です論文式本試験の過去問ですこれは問題集として監査論の場合には、えー、お配りしている。 もものですけれどもその中で、じゃあもうこの直前になってどの論点が本試験に予想されて どの論点を見とくといいかなというところで星印をつけています,、えーとですね、まず早速いきますが平成19年度の試験これはですね、第一問第二問ともちょっとあの昨今の問題とも関連していて非常に重要性高いかなと思っていますまず第一問の平成19年ですね平成19年の第一問問題1はですね、えー 品質管理とと会計上の見積もりとこれはですね昨今の不正事例は、まあ、あの監査法人に対してもですね監査の品質管理が不足していたんじゃないかということでね品質管理もかなり実務上重要視されてきていますし特に不正が起こりやすいのはやはり会計上の見積もりだということでこれがあの合わさった問題になってますので品質管理として 品質管理や会計上の見積もりが問題として出る場合にはこういった形になるということで、まあぜひね見られておくといいと思います。そしてだ問題にはですね、まあ、これは実施論の、えー、重要な虚偽表示リスクを評価する際の監査上の留意事項ということですが、あの結局監査は ししっかりやりやましょうと、ね、不正事例が多発している中でしっかりと品質を保って一定以上の,一定以上の水準を,を超えるようにしっかり監査をしようというのがもうここのところずっとですね会計士協会等も言ってますし実務上のトピックですので、まあ、こういったね重要な虚偽表示リスクを評価っていう皆さんにとってはもう監査論で基本的な話かもしれないですがそういったようなあるあの ど真ん中の論点から、まあ、出される可能性というのは、ね、あの十分にあ,のあるしむしろ高いんじゃないかと思ってます、えー、去年も本試験はリスクアプローチから、ね、どんと出てますので、まあ、リスクアプローチは去年そのまま出てますのであの今年そのままあの大問として出るかというとその可能性は低いと思いますが、まあ、そういった、ね、基本的な論点ここで言えば重要な虚偽表示リスクを評価する際の監査上の留意事項と、まあ、ここら辺は見ておくといいと思います。そしてです、ね、次 第2問にはですすねもうちょ,っとちょっと拡大しますか第2問には問題1で実施論分析的手続き問題2で棚卸し資産の立ち会いですねそして3としては監査要点と除外事項ということで、まあ、これもですね意見を出すか出さないかなんていうのが今ね、ね実務上問題になっていて。えー なので、まあ、あの除外事項なんていうのもちょっとね、えー、見ておいた方がいいだろうということで第2問もこれもあの直前として見ておいた方がいい問題ということで挙げていますそしてですねちょっと飛ばしていただいて平成21年の第2問ですねで <coughs> ごめんなさいここは第2も四半期レビューと年度監査と書いてあってタイトルはそうなんですが別に四半期レビューが重要だと言っているわけではありません四半、えっと、期レビューは、ね、もうあの導入されてか結構年も経ってますししかも、えー、何か四半期レビューで特段、えー 問題とななるようなあトピックはああままりありません確かに四半期でね意見を出さないとか、まあ、出さなかった事例もありましたけれどもまあだからといって四半期レビューが出るかというと私はあ,のあんまりそんな出題可能性は高くないと思ってるんですがここではね四半期レビューと年度監査を題材にしてコミュニケーションのこと と報告論が出されています特に経営者とどうコミュニケーションをとっていくかそして監査役等とのコミュニケーションねここら辺っていうのはやはりね監査をしっかりやっていくために大事ですのでやはりこのコミュニケーションっていう部分では出題可能性は今年も高いかなと思ってますのでこの問題は見られておくといいかなと思います。 そしてですね次いきまして平成23年の第1問、えー、財務省監査総論の正当な注意ねこれもやはり正当な注意が払われなかった場合に損害賠償責任を監査人は思いますからね、えー、また正当な注意を払わないで、まあ、過失で、えー、何か問題を起こしてしまった場合に、まあ、例の課徴金とかいう話になって実際に、ね、課徴金を過失の場合ですので監査報酬かける 1, あの1倍。 それの2年分ですから結局、ね、2年分の監査方針をまあ収めた事例もありましたのでやはりです、ね、この正当な注意というこの基本的な部分ですけれどもここら辺も出題可能性は結構高いかなと思っていますそして平成24年の第1問主体論の,この独立性、ね、この独立性もです、ね、やはりそういった昨今の監査のもろもろの事例からしっかりと独立性をあのしっかりと保って監査をするという意味で独立性も大事ということで挙げています。 そしてあとはです、ね、平成25年のところで第1問、第2問両方とも挙げさせてもらいました。 平成25年の第一問は、えー、財務収益監査が社会システムとして必要とされる理由とまああのタイトルとするとですね何かテキスト等であまり見たことないように思うと思うんですがあの問題を見ていただくとあの監査のね必要性等々について出されていますのでこれも一回見ておくといいと思いますそして第二問の不正ねこれはやはりまあどの予備校もそうでしょうけれどもやはり不正に関する論点は今年あの今度のね平成29年の論文式試験もまあかなり出題可能性は高い だろうと思ってますので、ここはね、あのしっかり見といていただきたいと思います。で、ちょっとあんまり時間がない中で。えー 早いしになって申し訳ないんですけれども26年、27年、28年これ、ばっと見てみますとですねすべてまあ監査のやっぱり中心的な、ね、リスクアプローチとか重要性とかですね補償水準の話とか、えー、監査意見についてとかですね、まあ、そういったようなことばっかり問われていて、まあ、やはりこれはあの不正が多発していることによって先ほども言いましたがしっかりと監査をしていこうというねその時代の流れを表していますのでじゃあ,あ、の今の段階で、ね、いきなり継続金融の前提が出る かというととと私は全然出ないい思ってますというのはあれはです、ね、リーマンショックとかがあって、まあ、世の中で、ね、あの倒産する会社とかが多発した段階で継続企業が問題となったので、まあ、今です、ねえっと、この段階で継続企業とか出すのはちょっとナンセンスかなと思うんで、まあ、そうじゃなくてやっぱりこういった、ね、中心的な論点を見ていった方がいいと。 ただ、まあ、のここで、えー、過去問としてはです、ねまあ、星をつけたところは重点的に、えーまあ、解かなくてもいいですからあの見ておくとどういう形で出ているかというのを見ておくといいと思います。ではです、ね、次のページに行きまして、えー、2ページ目にいっていただきたいんですが。じゃああの 論文グレードアップ等連で、ねまあ、どれも基本的で大事だということで出してはいるので、えー、とまあ時間の関係で、ねえー、どれだけ最後詰め込めるかというところもあると思うんですが、えー、予想としては一番大事なの2 0でその次に丸、まあ、三角も、えー、と他よりは重要性が高いということで2 0丸丸三角で印をつけていますで、えー、2ページ目まず最初第1回の第2問の主体論、ね、これもさっきと話が重なりますけども独立性 正当な注意、会議審、守秘義務、まあ、こういった基本的なところ、そして第4回、まあ、ここはですね除外事項付き意見なんか出してますので、ちょっと見ておくと、そして第7回の主体論倫理規則と、ここはですねなぜ三角つけたかというと、あの実は倫理規則は今まだ皆さんのあの、えー、は、ね、改正とかって話は知らないと思うんですけども、まあ、ずっと継続的に改正が議論されていて、これはですね、あの、 業務執行社員が大規模監査法人じゃない場合には今、7年やったら2年休まなきゃいけないという7年2年ルールがあると思うんですけどもあれがですね7年5年にしようというまあこれは試験と関係ないですからあの覚えなくていいんですけど7年5年にしようという動きがあるんですねあるのでやはりですねちょっと倫理規則に関してはあの改正を控えているので、え。ー まあ実務家と、まあ、学者の先生方も注目しているところではあるので、まあ、あの当連で出した程度の論点はやっぱり見といた方がいいかなと思っていますそしてです、ね、その次、監査に関する品質管理、ね、もうこれはです、ね、あの私の中ではかなり出題可能性は高いと思っていて、えー、20までにしていますそしてその次グループ監査ですけどもグループ監査はこれ大事な割に過去論文で出てないんですね担当でしか出てないと。ただ グループ監査のポイントというかですねグループ監査はおそらく出されたら換気法を引けば多分答えられるような問題しかなかなか出せないんで、えーまああのでそこまで難しくはならないプラス、えー、もし換気法を引,引かないで答える問題だとすれば当然で出してますので、まあ、グループ監査もちょっと、ね、出てないという意味では見ておいた方がいいかなと思いますそして第9回の第1問不正ねこれは、えー、トピックですからこれはしっかりと見ておくと。 そして、えー、っとですね第10回もね20万両方つけてますが第10回はですねこれかなり実務的な問題を出していますで、えー、特に特権リスクについてとかね詳細テストどうやるのかとかあと第2問だと実際とか確認、立ち合いとかねそういった具体的な手続き重要な取引に対する監査アプローチとかですねこれを聞いてますのでこの辺はね必ずできるようにしておいていただきたいと思います。特に あの特権リスクなんていうのはこれ正面からあんまり今まで論文で聞かれてないんですが特権リスクって でこれは私はかなり出る可能性が高いと思っていてあの特権リスク、これ後でまとめて、えー、いますのでレジュメ見ていただければ分かるんですが収益認識とかですね内部統制の無効化とか、まあ、こういった話からですね昨今の不正事例はやっぱり起こっているわけなので特権リスクに対して、ね、どうやって監査をしていくのかとかですねどういった場合に特権リスクじゃないと、まあ、収益認識が。 通常は、ね、特権リスクだと推定されますけどもそうじゃない場合はどうなのかとか、まあ、そういったような話後でまとめていますのでちょっと、ね、そこで見ていただければいいんですが特権リスクに関する論点は大事かなと特に思っています、はい、でじゃあ今度、次3ページ目に行っていただいてですね、えー、換気法別に重要性をつけています。た、えー、ただ3ページ目の冒頭に書いておきました通り で書いてますが監査,基準監査基準改定全文、まあ、平成14年以降、あとは設定全文、ね、31年の設定全文、品質管理基準、不正リスク対応基準と不正リスク対応基準の設定全文、平成25年、まあ、これは試験会場で参照できないので、やっぱり読んでおいてください言ってあのこれは常々言ってるんですが、やっぱり特に監査基準の改定全文、あと不正リスク対応基準の設定全文、ね、この辺はしっかりと読んでおくと。 でえー、とどこがポイントだか分からないという方は、ね、過去問でどうやって出ているかっていうのを照らし合わせてみていただくとあのいいと思いますがあのやはり設定全部、改定全部は非常に大事と。 いうことになります。そして、えっ、ー、と今まで言ってきた話とほとんど対応しています。が、下の換気法の中で予想として20丸、えー、丸三角でつけていますが、1のね。品規法ですね。品規法の1の品質管理の監査、事務所における品質管理とだから、監査事務所監査法人での品質管理が出たら、これ品規法の1を引けばいいわけです。で、これを20丸とそしてですね。200これ総括的な目的。まあ、これはですね。まあ、どんな問題が出ても200というのは？ あの基本的にかける部分はある,かもしる,ある可能性が高いので200とそして220の今度監査業務における品質管理ね。 で業務、これはです、ね、監査を実際に実施していく段階での品質管理ですのでその業務における品質管理が出たら220を引くんだという,ふうに思ってくださいそして240不正ね、ねこれなんかはあのおそらく、えー、出たらもう対応することになるんじゃないかなと思いますで260の監査役等とのコミュニケーションと65のです、ね、内部統制の不備があったときのコミュニケーションというのが、まあ、ここら辺、ねえー、あの見ておいていただきたいなというところです。 315、320、まあ、この辺はです、ね、もうあは重要性とか、ね、リスク評価の話、この辺は出たときに、まあ、引ければいいかなというところで毎回315、330なんかは。あの 330のリスク対応手続き、ね、これは実際に具体的にどうやって監査手続き詳細テスト分析的実証手続きとか、ね、やっていくのかって話ですからここも丸とであとはまあ三角印つけてますがあの、まあ、三角印、ね、余裕があればちょっと試験の直前にあの。 どんなこと書いてあったかなといいいとと思いますあとですねちょっと三角をつけてないところで1個まあこれはちょっと出題可能性はもう三角マイナスぐらいだと思いますが一応ですね900の監査人の交代ねこれはまあ昨今話題になっていてただまあ,あの皆さんの 会計士試験の段階で交代をいきなり出すかっていうと、まあ、ちょっとずれてるような気もしますが世間的にはトピックですので、まあ、900の監査人の交代は三角、まあ、ちょっとマイナスぐらいの形で思っておいてくださいともうだんだん時間がないのでさっといきますが、えー、とその後4ページ目以降はですね 論点をまあ、ここにある論点は押さえておきましょう。ということで、ポイント絞って論点を載せていますので、まな、あ、何かね活用をされる方は、ここを見ていただくと、あの重要なところは復習できるように簡単にまとめています。最初、監査上の重要性、これなんか1個目は重要性の基準値の改定と監査リスクということで、まあ、負の相関関係の話を書いていますし、次のね。監査手続き、この辺も聞かれる可能性ね。手続きなんかはあの。 高いと思いますけども実際の留意点とかですね売掛金の対する確認とかあとは 残業期間に関する手続きですね。その次のブロックこれはロールフォワード手続きのことです。その後棚卸し立ち合い省略できる場合とかですね、売り掛け金の確認に対する回答が差異がない場合とかですね。あと重要な取引ね、対する監査手続きまあ、必ず実証手続きをやるんだということをまとめていますのでまあ、この辺参考にしていただきたい。そしてえっと五ページ目はですね監査要点を一番上に載せておきました。でこの監査要点はあの事例問題が出たときにどの監査要点に関 するね監査証拠を入手すべきなのかとかね。まあ、あの、いろんな問題が考えられますが、監査要点について事例問題が出た場合にはあのかなり、えー、回答を書く可能性が高いかなと思って出載せています。えー、まあ、あの厳密にですね。この表の中のちゃ、あの文章を書けなくても。 各実在性とか網羅性とか各項目の中に一番下に括弧、ね、書きしてある簡単な言い方が書いてありますがこの言い方さえ、ね、分かっていればそれを答案に書いてもいいと思っていますこれなぜかというとです、ね、会計士協会のホームページの中学生向けに実在性を説明している言葉なんですよなのでこれも会計士協会のページに載っている言葉で私が勝手に作った言葉じゃないので実在性、網羅性各項目のこの括弧の中に書かれている言葉さえ書、ね、ければいいかなと思っています。 そしてあと、ねえっと、3分ぐらいなんですけど、えっと、次、不正リスク対応基準、ねまあ、ここも、まあ、あの大事ということで挙げているのとあとその後特権リスクに関してのポイントをここでまとめていますので先ほど言った収益認識とかです、ね、内部統制の無効化なんていうことをまとめていますのでここで復習していただくといいかなと思います。そしてです、ね、6ページ目 以降も基本的に出題可能性が高いといったところに関して、えー、まとめています、えー、6ページ目はグループ監査についてのポイントがあってその後倫理規則がありますで、倫理規則はですねまああの 概念的枠組みアプローチのこのね。方法論、えー、これ阻害要因を認識してね。阻害要因の重要性の程度を評価して、えー、まあセーフガードを適用するとかね。そういったような基本的なアプローチだけは押さえといた方がいいかなと思いますので、ここに載せています。で、最後6ページ目、最後は職業的会議審の強調ということが載せてあってですね。7ページ目には品質管理を載せています。特に7ページ目のこの品質管理はですね。3個目見てください。品質管理の3段目は？監査法 個人の交代制度導入についての是非ということで、ここにまとめておきました。で、ちょうどたまたまニュースでね、トピックスになってますけども、これはあの党連でも出していますので、監査法人を交代する場合のメリットとデメリットね、新たな視点が入るとかですね。えっと、ごめんなさい。新たな視点が入るとか、あの独立性がね、あの保たれるっていうメリットがある反面ですね、えー、実務上のその。 知識や経験のね蓄積が途絶えるんじゃないかという問題点もあるでしょうということを当連でも出していますのでまあここをよく見ておいてください。そして最後、監査役等とのコミュニケーションがえまとめていますのでえ見ておけばいいかなと思います。でですねまあ,あと1、2分なので最後にちょっと簡単にあのえ予想は今言った ポイントがあの出題の可能性が高いと思ってますので、今言ったところはねしっかりとやっといていただきたいと思います。で、えー、最後にこれところですが、問題形式は今までは皆さんご承知の通りかと思いますが、理論問題第1問で第2問が事例問題的なものが出ていますが、まあ、これはねえっ、ー、といきなり第1問事例問題出る可能性もありますし、あの過去の形式と違ったからといって本番で焦らないようにね。してくださいね。というのと。 あと回答上のポイント、これもいつも言ってますが問われていることに答えるとこれをやってください、そしててあとすべの2個目ですがすべての問題を見た上で解けそうな問題から回答すると。で、えー、まあ キーワードやね、答案構成をメモするようにして、大体ですね、私なんかは最初に問題10分ぐらいかけて全問題を見ました、そしてその後20分ぐらいかけて、キーワードとかね、書くべきことをばーっとメモして、その後1時間半でですね、文章をもうひたすら書き続けると、えー、手を止めずに書くというようなイメージですので、それ、まああの、実践できる方はそういうふうにね、やっていただくといいと思います。 であとはです、ねまあ、下から2個目回答形式に注意してくださいということで、えー、論述形式で書くのか過剰書きなのかとというところを、ね、注意するとあと、一番最後これ白紙は絶対に避けてくださいと白紙はどう頑張っても0点ですのでこれだけはねあと、えー、知らないことはねあの知らないというか嘘は書かないようにしてください嘘を書くぐらいだったら1行かね2行でもあの書いて残り白紙の方がねあの完全な白紙はダメですけども嘘を書くぐらいだったら少量で。えー 空欄を埋めない方がマシですから、そこは注意してくださいとということです、ね、で一番最後は、まあ、試験会場1時間前に到着するとかです、ねえー、引き用具2セットとか電卓2台ぐらい持ってった方がいいです服装は調節できるように、まあ、これはあの私が心がけてたことで、えっと、あのもうちょっと時間なんで、ね、あれですけど1時間前ぐらいに到着すれば、まあ、万が一の、ね、ことがあっても、まあ、タクシー等でも無理やりでも到着できるでしょうし、えー、その席がすごい暑い席なのかそれとも寒すぎてねあの あの席なのかということでね服装も調整とかも考えられますので、まあ、できる限り早めに行った方がいいかなと思いますあと,、えー、ともう最後にしますけれども黒のボールペン必ず持ってってくださいね消せるペンを使ったら点数0点ですからこれはね絶対使わないようにしてください、はい、じゃあすいませんちょっと話最後余談になりましたけれどもえっ、ー、と これで監査のね。終わりにしたいと思います。じゃ、あ次高田先生租税法にねえ変わりたいと思います。じゃ何とかね。あの、えー、監査の1科目目ですけども。あのまあ、皆さん緊張してるのは当たり前ですから、あのま万が一できなくても監査論あのできなくても大した影響ないですから。あのその日ね。終わったらもう振り返らずに次のね租税法ね。あの試験を受けていただきたいと思います。はい、じゃあ、えー、答えしたいと思います。 ではお話の流れとしては租税の場合はですね、あの理論、計算ということで、ね、出題がありますのでまずちょっと理論について3税目そして計算について3税目という順番で見てまいりたいと思います。で今ちょうど監査論の続きですので続きのような形で申し上げますけれども日高先生の、ね、レジュメにあに書いてくださっていました黒いペンのこととかですね、あの電卓は2個持っていきましょうとかね、えー、いうことに関してはもう租税も同じということでお願いいたします。でも 今日は予想ということでレジュメの方もですね今までの出題傾向と並べさせていただいていますでは早速開けていただきましてもうあの予想ということを中心にですねお話をさせていただきたいと思いますでは画面の方プレゼンターに切り替えさせていただきます。 では、えー、理論ということでまずはね見ていきましょう。でひ、えー、言で申し上げますと総税に関しては、えー、公開模試の方に。 予想盛り込みました、あのそのようにまず1つですね、お捉えいただければと思います。で、1、えーまあ、つずつですね、見てまいりたいと思いますけれども、あのこのグレ,ーでかかグレーのね、あの色がかかっているところ、あのこれ、理論なのか計算なのかということは、これから申し上げていきますけれども、もうこれはあのほぼほぼ毎年出題される項目ということでね、あの見ていただければと思います。 が22条ね、法人税法ね、22条ね、各事業ネットの所得の金額の計算、もこれはね、がっつりとね、抑えていって。 えくださいねね、えー、上の3つですよ、ね、そして、えー、受け配、平、えーね、期所有株式みなし配当、えー、所得税額控除これもね、まあ、の理論、計算ともに大事というふうにお捉えください23条、24条と、ねえー、続いていきますよね、そのところそして、減、えーまあ、価償却はこれ計算なので後でね少し申し上げますからですね、えー、ちょっと下がりますとリースのすぐ下なんです有価証券、ちょっと私、これ、丸つけたいです。 理論として。というのは今回から組織再編ですよね組織再編税制が、まあ、あのもう前年からですよね出題しますよ。 っていう,ふうに言ってるんですよねそうすると組織再編のところの絡みで少しあの株の、ねえー、移動というところがあ,ありますよね。えー、といった時に何を、ね、対価とするのか何を、ね、母価とするのかというところはやっぱりしっかり押さえておかなければいけないということでですよね、えー、この組織再編の絡みで有価証券のところ61条の2、ねえー、ですかねもうこれは22条と合わせて、ね、なんかしっかり押さえていく。 言っていただきたいなというふうに思います。有価証券の譲渡損益のね、えー、ところですよね。そしてえー、まあ、寄付金。これもね。あのもう計算理論計算ともにね、えー、大事な論点。そしてえー、それで行こまあ、えー、計算かな。で、ね、そうですね。計算の方がよく出てくると。 から一番していきましょう役員給与ね、えー、これも理論としては2014年の後がないということでね34条のところをですねどうかしっかりと抑えていっていただきたいなと思いますこれも赤丸つけておきましょう そして次のページに入っていきまして22条と一緒にさっき私有価証券の譲渡損益をお願いしますねと申し上げましたがプラス上から3つ目損益の帰属時期ねこれである程度その別段の定めというところのまあ有名な、ね、内容ですよねというところが抑えられるのかなと。 そして、組織再編、ね、組織再編に関しても、理論、計算ともにね。あの、ロングレトート連で、えー、レクの方ですと、ロングレ。7回以降、ね、計算から少しずつ出していって、理論を出しして。そして、公開模試でも出しさせていただいています。で、そのところをね、ぜひともしっかりお願いします。で、まあ、組織再編、組織再編ということでや、やってて、っあ、ちょっと、ぐるほは忘れて、え、欲しくないなと。ね、あの、単体。 出題の形でだけ出題しますということでね、えー、言われていますのでやはりグルー,ー、ね、グループ法人先生、ね、グループ法も合わせてということで丸をつけさせていただきたいと思います。まあ,あ、ね、理論 法法人税ののの理論のとこころはありでししょうかそして所得税法ですね、もうどんどんいきましょう、で所得に関しては、理論も計算もともに、えっと、ちょっとですね左側にこう括弧をくくっていきますが、利子から雑まで、ね、この所得、各種所得の,、ねまああの種類っていうことですよね、このね、利子から雑まで、そしてこの所得控除ですよね、好きですね、死刑の先生ね。 であのー、見ているとその各種所得とそれから所得控除とということで、まあ、計算なんかはねあの二大形式だとそういった形で出題されるということありますし、まあ、前年はねあの所得の計算からもうあの所得控除も入れて税額を求めてくださいとまあ一連のね流れでしたけれども、まあ、大きく見て、ね、各種所得、それから所得控除ということでです、ね、って言っていただければと思います。ままあ条文ナンバーで申し上げますと所得税法、まあ まずはねあの法人税法の22条というところのつながりでいけば所得税法は3637ですよね、えー、収入金額、必要経費のところをね、えー、ここそれから各種所得であれば23条から35条、ね、どこに何の所得のね条文があったかなということはね、えー、きちんと確認しておきましょう。では間飛ばしています損益通算、ねえー、これ、あのー これから消費税もお話ししますが、ね、あのもうここまで来ると大変ですよね他の科目もありますしねでなのであの最後この1ヶ月の中で損益通算あのからあ損失の繰り越控除のところは余力があればということで見ていっていただければと思います。まあ、ちょっと損益通算、うんまあ、計算計 いう形かなと思いますので後で計算のところでも申し上げたいと思いますがね所得に関してであと大事なことはあのこれ理論にもつながることで皆さん今まで勉強されてきてあの計算の知識これがあの意外とアウトプットで理論で書けるんだなってお気づきになってると思うんですね。なので所得税法このぶつ切りでねこのグレーのかかってる所得だけ見とけばいいとかねえいうんではなくってどういう流れで税額計算をしていくのかな っていうところを常々、ね、こう見直すということをですね、ぜひこの最後の1ヶ月してみてくださいね。どの計算のあの計算の流れですね、一連の流れの中のどこで出てくる話だったかなと、それが掴めてるか掴めてないか、つまり全体像が分かってるか分かってないかでね大きく変わってきますのでね。そして、えー、上位所得理論ね理論ね上位所得まあちょっと見ていくと2015 しで、十、え、六、ー、がないんですよね。譲渡所得。これはちょっと理論的にはマークかなと思います。ね、三十三条、三十八条取得費、そしてみなし譲渡。これですよね。みなし譲渡ですよね。五十九条。ね、そして六十条ね、取得費の、ね、取得時期の引き継ぎ。ね、のあたりですよね。ちょっと譲渡所得は理論としては丸かな。ちょっと見にくいので、ここに丸つけますね。赤でね。えー、譲渡所得と。 では続けて消費税ですね、理論の方ですけれども。 ちょっととねあの内容項目があのちょっとざっくりとしていて、えー、申し訳ありませんが、うん、まあ、課税の対象つまり課税非課税、不課税免税もうそこがねあのまずは肝っていうことですのであのそこでうんって迷っちゃったらとにかくあのもう時間が、ね、限られていますからひゅっと次の問題にも入ってあとでまたね戻って考えるということでね課税の対象はねやっっぱりちょっとしっかりとチェックをしていく必要があるのかな とというところですかねから、あと今年まあこれも計算、理論ともにですけれどもちょっとここには入れてませんが納税義務の有無の判定というのは、ね、皆さんあの会計士試験なので、まあ、大きな、ね、大企業さんの監査を皆さんされるということ前提ではあるんですが。 去年ね、計算の方で簡易課税、ね、失愛があるんですよね。簡易課税取れるのって、ね、そんな大きくない会社でしたよね。ということを考えると少し納税義務の有無の判定というところも、うん、あの見ておかないといけないかなというような、まあ、流れとしてね、えー、いうことが少し感じられるところです。 から、あのー、公開模試の方で組織再編から見て理論を出題させていただきました。で計算もですね出題をさせていただきました。んどうかなと思ったんですけれども、えーまあ、ちょっと計算的な話になってしまって恐縮なんですが、あ前年ですよね、あのー、事業譲渡。 事業譲との関係で計算で出題があったというところを考えると、うん、現物出資会社分割合併現物分配、ね、どういううになるのかなというねところは知っておいてもいいのかな。 とということで公開もしあの計算の方の解説のところにねそこをまとめさせていただいていますのであの条文を突合しながらね条文も入れさせていただいていますのであの本法だけでいいですのでね、あのー、条文とですねちょっと突合しながら確認をしておいていただければと思います。 まあでもそれはプラスアルファということにしてください。もう何よりもおその手前のね、あの、組織再編本当に応用版ということですので、もうその手前のあの課、課税非課税、不課税、免税のね、えー、この区別がしっかりできて、回答できるかというところ、そして、理論のね、お話ということで、ちょっと最後まとめということで、えー、5ページ目、ちょっとね、あのー、入れさせていただきました。 まあ計算理論という順番で勉強を進めていくと、まあ、法人税の計算の仕方 所得税の計算の仕方た、ね、消費税の計算の仕方ということでなんか、ね、それぞれ税目がなんかぶつ切りのような形で、ねえー、見えてしまいますけれどもななことはないですよね例えば、ちょっとここの、ね、法人ということで着目して見ていきますとこの法人の法人税を計算しなさいとでただ、その中でいろんな取引,、ね、な取引があって例えば役員さんや従業員さんにお給料を払っているとしたらこの、ね、役員さんや従業員さんからすれば この人たちもらっているお給料っていうのは所得税の、ね、対象ですよねとね個人ですから。 から、株主に関してもね、えー、こういったところはちょっと大事ですよね、株主ね。株主、個人株主と法人株主がいるんで、相手がどっちかによって、個人株主であれば個人の方は所得税っていう問題が出てくるし、法人株主であれば法人税っていう問題が出てくるし、ということで、ちょっとそういう見方が最後できないとなかなか理論難しいですよね、ということで、あの、まとめのような形でね、あの、図紙で恐縮なんですけれども、入れさせていただきました。 ね、あのこんな見方ができるようにです、ね、最後1ヶ月、ねえー、今までの当連の問題、ねえー、の復習をしながらぜひとも1、ね、つの取引一1つの課税関係で一方のみならず他方についてもちゃんと考えていかなきゃいけないんだな、ね、一方は法人だから法人税だけれども他方は、ね、例えば相手が個人株主だったり、ね、役員だったり従業員だったりとすれば個人なんだからその方にかかる税金は所得税だよねという。 いうような見方これあの会計士さんなられてですね両方の立場から見ていって。 でさあ、じゃあどういうスキームを取るかということを判断するっていうのがね、鍵さんのお仕事で大事なところになって、その基本が聞かれてるなというふうにね、私、見てるんです。ですのでね、あのそんなような見立てで復習をしておいていただければと思います。ではね、時間も限られていますので、計算続けて見ていきましょう。また戻っていただきますでしょうか、恐縮ですが、ね、プレゼンター、また切り替えます。法人税からですね計算見ていきましょう で、計算に関してもね、あのー、もう、あの、当例の方で、えー、本当に私の予想というのは公開募集に盛り込まれ、盛り込ませ、えー、させていただきました。で、まあ、計算見ていきましょう。右側のラインが計算です。 でまああの上のね、えー、この黒塗りの受け配所得税額控除まではもうこれも大事ね。から計算で申し上げたいのが原価償却グループちょっと項目のところアップしていきますけれども、えー、星印つけていきます原価償却も必ず出題されますよね。 そうすると減、まあ、価償却しっかり抑えたいということであれば黒塗りしてませんが特別償却の関係、ね、え特別償却準備金も合わせてねそれからあとちょっと下から123455つ目行かせてください圧縮ね圧縮基調いや、ね、ちょっと難しくて嫌だなって、ね、思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんがやっぱりここの3つ。 率かねは合わせて減価償却しっかりと抑えていくということであればねこんな攻め方をしていただきたいから前回ですねあのリースうー取引ですよねあのリース資産定額法が出てまあ私あのリース丸付けてないのはあの減価償却に丸を付けさせていただいたんですがまあリースうーまあこんなようにしておきましょうかで前年ねごめんなさいこれリースのところねリースのところ丸付けてないのは私減価償 客ということでそこは見たので原価商客に入れさせていただいていますからあーまあ先ほどもねあの理論のところで申し上げましたが組織再編のね、えー、ところもあの計算の問題第7回のロングレトーレンから公開模試にかけてですね出題をさせていただいている内容に関してはし しっかりと抑えて言っていただければというふうに思います。で、まあ組織再編ちょっとね、2ページ目でまあと合わせるとちょっと有価証券ですよね。少しね、えー、やっぱりね理論計算ともに大事かなというところ。 から黒塗りの寄付、租税効果、交際費、これはもう計算ね、あのあのもうしょっちゅう出てまいりますので、えー、しっかりと押さえておきましょう。役員給与もね、計算、理論ともにね、役員給与も。でこの間で うん、公開模試に先生、あの、予想入れたって言ってたよね。と試験研究費なんです。試験研究費、ちょっと見ていくと2014年出てるんですよね。で、そっから出ていな、ね、い、まあ、措置法の内容ですけれども、計算ね。えー、来年、 大きな改正が入るんですもう,もう変わるんですね。もう変わってるんですね、えー、とすると今の税制が最後なんですね,で、あのー、ね。税制改正たくさんありますけれども過去問の傾向を見ていくとそのしょっちゅう改正のあるところあまり出ないとかではなくってその改正があってその後安定してきたところで出すんですよ。 ね、改正があって世の中的に安定してきたところで出すと考えるとちょっと試験研究費、うん、安定してきてまた、ね、来年変わるのも決まってますから今の内容で最後の出題ができる時なんですよねということで、えー、計算ですねあの試験研究費を入れさせていただいたということです。 まあ一応、理由はそういう理由、そして外国ものね、外国税額控除、外国子会社配当等の疫金にもここはね、ぜひともしっかりとね、抑、えー、えておいていただければと思います。 でまあ、前年、別表後なんかの出題があったので、えー、レクの方の答弁では少し別表後を意識してです、ね、お出しさせていただいているところありますあの答弁の内容で十分ですので、えー、別表後の方もですね余力があれば最後、ね、押さえておいていただければと思います。 から、えー、と組織再編とグル法もねあの計算もお願いしますねねグル法ね計算も合わせてお願いしますね。そして所得税法、所得ですね。前年給与と譲渡と雑なんですよね。雑って一時と雑のどっちかなっていうのを聞きたいんですよね。 うん、というところが出ているのを見ると、まあ、不動産事業のところから譲渡ですよね、不動産事業譲渡のところですよね、ちょっとなんかここ黒いので申し訳ないんですが、不動産事業譲渡ですよねで、やはり給与所得、ね、これはね、あの給与必ず出てくるのでね、もうしっかり押さえておいていただきたいなというふうに思います、給与ですね。 からあとはその所得控除に関しては人的控除と物的控除と分けてしっかりと見ておきましょうやっぱり所得控除も毎年のようにねあの出題がこのところ、ね、計算ありますから所得控除はねしっかりそしてもう直前なのでそこまでいったところで損益通算、ねえー、見れるということであれば見るというような、ね、形で持っていっていただければと思います。 から消費税に関しても,、ね、もう消費税って出題の形式を変えようがない、ねあのー、税目なので、えー、当連の問題を中心にですねしっかりと、そして、まあ、例えば、あのー、特定課税仕入れのあたりとかですよねこれがもうちょっと2年目なので特定課税仕入れのところですね前年は出てなかったと。 ただ本年もう2年目ということで理論、計算ともに出題させていただいているところですよね、えー、見ておいていただければと思います、で調整対象固定資産が2014ですねないんですね。なので、あの当連で結構、頻繁に出題させていただいてた理由はそこにありまして。 うん、調整対象固定差もあのさっきの所得税のあの損益通算と同じような形でですね黒塗りのところを見たもう最後にですね抑えられれば抑えておいていただければと思いますではですね時間になりましたので総選、えー、法の予想の方をですね以上とさせていただきますカメラ切り替えまして皆さんお疲れ様でしたであとごめんなさい健康管理気をつけてねあの当日頑張ってください。 はい。えっ、ー、と、それではですね、引き続き財務会計のですね、出題予想というところで、まあ、レジュメですね、一点あると思いますんで、まあ、表紙はついてないんですけども、ご確認の方ですね、お願いします。はい。で、まあ、こちら使ってですね、まあ、ちょっと簡単な出題予想というところですね、していきますけれども、えっと、まずですね、今、お手元にあるレジュメの、 6ページまでにはですねこうレックで使用している理論問題集の、えー、まあ項目が並んでいてですねで、えー、この論点というところにある星は、まあ、ちょっと白の星で見づらいと思うんですが論点というところにある星はですね理論問題集にあの書いてあるですね示されているまあ星なんで、まあ、1つの星であれば知識系とかね、えー、まあ3つだったら まあ考え方とかが載っていますよとかって、まあ、そういう、ね、あの位置づけだったと思いますけれども今回です、ね、でこち一番右側に優先度というですね、えー、列を設けて、えー、黒い星で、えー、まあ印を入れています。はいでえー、まあこの優先度のですね星のまあ基準として、まあ、一応、星なしと1つ星と2つ星とありますけれども、えー、ここはですねその私の主観というのはあまり入っていなくてですね まあ、タコさんの登、ね、壇とか模試とかを見て、まあ、多くの学校で扱っているというところに多くの星を振ってありますのでなので、まあ、この星が例えば2つのところがです、ね、出れば、まあ、多くの予備校の受講生さんが、まあ、精度高く変えてくるというような論点だと思ってください。 えまあ逆に星がなかったりあなくてもいいよっていうわけではなくて、まあここはね、まあどれだけ精度を高くかけるのかっていうところのまあ優先順位ですね、最後のまあポイントリストをね回す時のまあ強弱のですねえ付け方の参考にしてください。はい。それでまああとは普段やっているまあ講義なんかでもですね配布をしている。 レジュメの中のランクと、まあ、こちらのですね今日お配りした、えーまあ、重要度、優先度っていうのを、まあ、参考にしながら、ね、最終確認をしていってもらえればと思います。はいでえーまあ、ここからねちょっとまあ主観なんかを、ね、混ぜた、まあ、いわゆる、ね、その予想というところです、ねえー、と一項目ずつ、ね、ちょっと見ていきたいと思います。はいえー、ということで、えーまあ、1ページ目の、ね、1章から、ね、いきましょうか。ね ま,あまず財務会計総論の話になりますけれども、ここ、星がねついていますが、概念フレームワークにおけるですね財務報告の目的と機能の関係性ですから、情報提供機能とね利害調整機能のえ関係というところは、あ,ある程度、しっかりとかけるようにえしておいてもらいたいかなと思います。まあ、あとはねそんなにこう論文で張り切って出題されるというようなものは、そんなにないかなと思いますが、一応ですね1、1 6の連結先行論につきましては、こういう考え方ですね、連結財務省、 だけ、まあ、コンバージェンスです、ね、先に優先させて適用して個別をあ、ね、後に持っていくという、まあ、機動的な改定、まあ、この考え方ぐらいは、ね、知っておいてください、まあ言葉とかで聞かれても別におかしくないと思いますので,、はい、で次、2章ですね財務会計の基礎概念で、まあ、ここはもう全体的にすごい大事なお話になりますので、まあ、できればもれなくやってもらいたいかなというところです、はいまあ特にイの4からですかね一二三は確かにそんなに大した話ではないんですが担当のな話なんで。 まあ4以降は特に力を入れて復章してもらいたいかなというところですね。はい、で、3章基礎概念につきましたごめんなさい一般原則ですね、一般原則は、うん、まあ、どうでしょうかねと、昨年はちなみに保守主義の原則の、ね、説明が出ておりました、あと継続性の原則なんかは数年に1回です、ね、聞かれたりします。でまあ、いわゆるそのです、ね、担当 のです、ね、出題の中心となっているまあ伝統論的なお話も論文ではまあ毎年1台ぐらいは出ていますので、えー、まあレックの、ね、理論文出しだと3章、4章、5章、6章かな、えー、そこら辺までは伝統論の話も入っていますが、えー、まあちょっとおろそかにすることなく、えー、まあ出たとしてもそんなに難しい問題は聞かれないと思いますから、まあ、昨年見たか保守主義は何かみたいな、ねえー、そういう形だったら確実に答えられるようにはしておいてもらいたいかなと思います。はいまあ、一応 星がついているのは資本取引損益取引系ですね。まあ、ここは純資産とも絡むんで、まあ、ここはきってると見ておいてくださいということで、まあ、第四章、ね。まあ、損益会計ですね。で、まあ、個人的にちょっと気になるのは一致の原則のところで。えー、かな、四の九かな。まあ、この概念フレームワークに。 おいての、ね、測定の制約にも関する部分になりますので、まあ、一致の原則、そして包括利益、純利益というところですね、これはノンリサイクリングとリサイクリングという話にもつながるんで、えーまあ、伝統的な話ではありますけれども、まあ、一応ね、概念とその説明というところはできるようにしておいてください、うんまあ、ちょっとね、伝統論というところで見落としがちというかね、手薄な方もいると思いますが、まあ、一応、ちょっと要注意かなと。はい まあ,あとはもう、星に従ってまんべんなくやってもらえればと思います。まあ、リスクからの解放を中心としたお話というところは必ず書けるようにしておいてください。はいでえー、5章6章で6ね資産会計総論と負債会計総論で、まあ、ここは概念フレームワークが、ね、あのメインになるかなというところです。えーまあ、資産の意義から測定値、ですね負債の意義から測定値について、ですね、えーまあ、講義の中で測定値のカタログという形で紹介をさせていただきましたけれども、えーまあ、ある程度、ね、こうきっちりと書けると。 いうところです。まあ苦手な方がね特に測定値は多いですけれども、えー、まあ当連なんかで出したところはあの確実に書、えー、けるようにしておいてください。はい、じゃあどんどんいきましょう。えー、続いて、えー、第七章ですね。純、えー、資産会計。純、えー、資産会計は基本的には記載区分に関するですねプロセスがよく聞かれますね、えー。なぜ新株予約権の記載区分は株主証でではないんですかとかね。 被、えーまあ、配株主持ち分です、ねえー、これは、えー、なぜ、まあ、株主尊ですかとかね、あごめんなさい、株主尊ではないんですかとかね、えー、そういったものが聞かれますんで、まあ、その、ね、プロセスに従って記述できるようにしてください、まあ、あのもうワンパターンですからね、資産じゃなくて負債じゃないから、純資さん、資産さんでも報告者の所有者に帰属しないリスクから解放されてないから、それ以外とかっていう形で、もうワンパターンですからね、それにのっとって記述をしていただきたいというところ、あとは7の1ですね、これ、タコさんの、あのまあ、 模試とかでね、あの、こぞって聞かれていた部分ですので。えー、まあ、ここはしっかりと書けるようにしておいてください。資本と純資産の意義ですね。えー、はい、まあ、なんで、純資産の部っていう名前になったんですかみたいなね、えー、そういう問題が結構いろんなところで聞かれてましたから。はい、えー、で、第8章、まあ、財務省、まあ、ここは元にも全般的にです。まあ、四半期とかはね、そんなに。 まあいいかなとは確かに思いますけれども18の8の15から8の19までの市販期とかはまあいいですがそれ以外のところはある程度、重要性は高いかなというところですねでやはり今回の本試験でまあ個人的な1つのです、ねまあ、山というのはまあ包括利益が、ね、出るかなというまあ個人的な予想はしていますので8の6から8の8あたりですね。 あとまあキャッシュフロー絡みの問題というのはですね何かとよく聞かれるのでえまあここですね8の10から8の13、いまだまだ論文式本試験にはえ聞かれていないですねマネジメントアプローチですね8の22、この辺なんかはがっつりとですね聞かれてもおかしくないところではありますのでえまあいろんなねこう論点が混ざったような章ですけれどもえしっかりとですね全般的にあのもう見ておいてくださいはい。 で第9章棚卸さん会計ですね棚卸会計は、えー、論文式本試験のですね出題の重点項目の編みけにはなっていませんけれども、えーまあ、かなりの頻度で出ています、えー、今日のレジュメの7ページに、あのこれ、論文式本試験の理論のですね出題の一覧表が、えー、載せてあります、まあ、一応ね、あの論文のレジュメの中にも放り込んだものですが、21年からですね出題実績を載せていますが、えー、棚卸さん会計ですね、これ、上から8番目ぐらいにありますが、えー これ8年中4回出てるんですね、2分の1の確率で出ているんで、編、ま、み、あ、かけにはないとは言っても、まあ、よく出るよというところですね。でやっぱりあの論点としては、減損との絡みのところですかね、まあ、賞味売却価格再調達減価とか、また商品評価層戻し入れる、戻し入れないとかっていう、固定した減損会計との絡みで、ね、よく出ます、まあ、昨年もそうでしたね。なので、まあ、そういったところを中心に見ておいてもらえればと思います。 はいまあ、決して編みかけじゃないから、ね、軽視していいという論点ではありません。はい、では続いていきましょう、3ページ、ですね第10章固定資産会計で、まあ、ここもやっぱ大事な論点が多いですよね。その中でちょっと見ておいてもらいたいのはまず対応年数の変更だとか減価償却方法の変更についてです、ね、10の7、8。 まあ、プロスペクティブアプローチとかね、えー、そういう話があったと思いますがその辺とあとやっぱりですねのれんです、ねえー、のれんは熱いと、えー、思いますので10の14、15、ね、のれんについて。うん であと、ね、10の16投資不動産ですけれども、まあ、取り扱いがイフ i r s とちょっと違うというところもあって、まあ、下から2つ目です、ね、10の16投資不動産についても、まあ、カバーしておいてくださいというところで、まあのれんなんかは、ね、本当に重要性がめちゃめちゃ高いですから、まあ、昨年も当然聞かれましたけれども、まあ、2年連続、3年連続4年連続全然聞かれてもおかしくないのでのれんは確実にやっておくようにしてください。はいでまあ、逆にあと11章は もう引き当て金繰り延べさんで抑えるべき論点というのはまあ11の13ですかね、株式交付費の会計処理、これぐらいになるでしょう、まあ、ここはかなり、ね、あの本当に精度高くかけなければいけませんが、まあ、あとは、ここについてはどっちかというと山というより谷ということで、まあ、あまりやらなくてもいいかなというまあ唯一の論点でもあるかもしれません、特に繰り延べさんなんかはなかなか論文には聞かれないかなというところです。はい ではど,んどんいきます。リースですね。リースの方はもうは、やはり使用権モデルについてのお話ですね、ここが圧倒的に大事になってきますので、まあ、このポイントリストだったら12の4です、ね、使用権モデルの話を中心に復習をしてください。で当然、使用権モデルの復習するとき、現行制度の,、ね、あのリスク経済価値アプローチに従った会計処理というところについても、ね、比較をしてやるようにしてください、ね。この使用権モデルの、ねえー、論 会計処理だけを、ねえー、勉強してもあんまり意味がないので、ね、現行制度の比較という、えー、観点で見てください。はい、で第13章、固定産の減損会計は、まあ、これはもう論点の宝庫ですから、す、え、べ、ーまあ、てについて、ですね細かい内容とかもですね載っていますけれども、担当チ区ク内容も載っていますけれども、す、ま、べ、あ、てあの見ておくようにしてくださいはい。 で第十四章ですね。まあ研究開発まあこの辺からはもう全部大事だねぐらいなあの感じなんで、まあ、あんまりこうね強弱つけられないんですがまあ研究開発もですね社内開発費なんかはこれもまあ昨年ね、えー、出ていましたがまあここら辺の問題ですね研究開発関係の問題出ていましたが、えー、まあやっぱり重要性は高いかなというところですはいまあなんでまんべんなくといったところでしょうはいで続いて第十五章金融商品会計ですね。 まあここも星に従ってまんべんなくといったところでしょうで、えー、まあ普段ねあの,のレジュメの中で重要性があまりないといったようなところはまあ見なくてもいいかなと例えば金融商品の意義だとか、ねえー、あとはえ運用目的とする金銭の信託の取り扱いとか、まあ、そういったところは、ね、どっちかというと担当論点なんで、えー、まあそんなに見る必要はありませんけれども、えー、まあそれ以外のところですね。 まあ優先度今回の,、ね、あの黒い星もまばらになっているので、えーまあ、どちらかというと普段のの、ね、レジュメ等の優先度に従ってやってもらえればと思います。はい、で15の20ですね、えー、これ払い込み資金を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品でもし計算と絡むのであれば当連で出たようなちょっとわけわかんないような金融商品が出てくる可能性はありますけれどもあのそういった難しい金融商品はみんな解けないんで気にしなくても全然いいです。なので、ね 原則としては一体として処理するけれども例外として区分して処理する可能性がありますよっていう点だけ押さえておけばいいでしょう。そこの原則例外の関係っていうところはそれは逆に知らなければいけませんけれどもそうじゃない難しい問題が出た時はもう時間なんかねさえてたらもったいないですからもう気にせず切っちゃって次のね分かるところに進んでいくと。 で16章退職給付、まあ、ここも毎年のように出てますね、まあ、特に何が重要で重要じゃないのかっていうのを気にせず、まんべんなくやってください、まあ、ここは、うんまあ、出る可能性高いでしょう、はいでまあ、資産除去さえもまあ同じですね、まあ、測定値との絡みがありますから、概念フレームワークとの,、ね、あの測定値なんかとの絡みで見ておくといいかなと思います。 はいいで、えー、見ていくと次、自己株式会計で、えー、これは昨年度ね、えー、出ていますが、えー、まあ、相変わらずまだですね出ていないのが18のこの自己株式無償取得に関する会計処理で、うん、まあ、どっかのタイミングでは出るとは思うんで、えー、まあ一応ね、ね保険的な意味も、まあ、重要性がすごいとりわけ高いってわけではありませんがまあ、これだけいろいろ自己株式関係が出ている中でまだ未だ出ていないという論点ですね。18の5 まあもし出たら、ね、必ずというか、まあ、すごく精度を高く書けるようになっていなければいけないと、はい、で続いて19章ストックオプションは、まあ、あんまりです、ね、こう論文には実は出ていないんですが、まあ、個人的にはっと今年ぐらいはちょっと怪しいかなという匂いはしますねストックオプション系。 うん、まあそんなに難しいね話というのはありませんのでまあ応用論点としてねえ子会社の従業員に親会社の自社株オプションを付与するというケースがあ,るありますがそれぐらいでしょうかね、応用論点というのはあとはもう基本的な論点なんでしっかりと制度高をかけるということとあとはまあ計算をねできるようにするという点になるでしょうはいでえ5ページで税効果、これも最重要ですね。 まあ非常に近年、やっぱり着目されているところですから税効果ですね、まあ、20のですね。繰延法と資産負債法の特徴、意義については、まあ、これも絶対書けるようにしておいてください、まあ、あと難しい問題であればもうみんなできないですから、税効果ってやっぱ苦手な人が多い部分ですからあんまりこう難しかったらもう飛ばしちゃうと。 といいころで構いません、はい、で外貨は近年、ですねこれあのまた論点表になるんですが今、6年連続ぐらいで外貨絡みが出ているんですね、下から7番目かな、6連チャンで出ているので、えーまあ、相当熱いと、でまあ、6年連続出たから次出ないだろうって、もうこれは通用しないですよね、えー、なので引き続き、まあ何らかの形で、えー、出る可能性は高いと思ってください。 はい、続いて連結会計、まんべんなく、まあのれんが絡むところは必ずねあの本当によく見ておいてください。絡絡みですねのれんが絡むところとあとはですね、まあ、昨年度の第5問のテーマであった会計方針の統一なんですが、まあ、確かに昨年度、会計方針の統一がもろに。 そのまま出たんで、えー、まあ今年度ね、直接的な出題っていう可能性はちょっと低くはなるとは思いますけれども、ね、結局、この会計方針の統一のところを勉強すると、日本とイファースの違いっていうのが分かりますんで、この会計方針の統一のところで、日本とイファースが違うっていう部分については、べっとね、あのその部分のポイントリストっていうところをしっかりと見るようにしてください。ね、なんで、これをあの頑張ってね、22の7を勉強するんじゃなくて、22の7を題材として、自分の勉強するところっていうのを見つけてください。 これはやっぱり日本というかその帰りのところですね。うん、在外公開者の会計方針を統一しなければいけないんだけれども、まあ日本がね譲れない部分っていうのが列挙されていますから、その譲れない部分というところはやはり出題の標的になります。はい。ところですね。じ続いて、えー、まあ最後ですね。えー、持ち分法企業結合会計。 まあ持ち分法はそうです、ねまあ、連結の絡みで見ておいてねってというぐらいでしょうか、あんまり特ま有の論点というのがありませんので、まあ、これも普段の重要性に従ってもらえればいいでしょう。で企業結合会計も重要性は高いかなといったところで、まあ、個人的にちょっと、ね、見ておいてもらいたいところは、24の14の負ののれんですかね。まあ、ちょっとこの辺が、えー まあ出てもおかしくないかなっていうところね。あと、まあ取得関連費用だとかですね。あとは対価どうするのかとか、複数の取引により達成された場合とかね。そういったところはもう当たり前のように重要ですからね。えー、ま、これも。 当然のことながらねしっかりと書けるようにというところですはいであと二十五章二十六章です、ね、事業分離と結合と事業の株主の会計処理についてはまあ基本計算処理がですね文章になってものなったようなものが多いんでまあ普段やってるねあの計算処理を文章に置き換えたらどうなのかっていうところを今一度ねあの確認をしてみてくださいはいねはいという形でまああのだいぶね書き、えー、足になりましたが簡単なまあ予想ということを であと、ね、も,う一つもう一つか二つかやっぱ注意してもらいたいのは、うん、まあやっぱ日本とイファースの違いというところで、まあ、その修正国際基準で、ね、あの日本が守っている立場ということで、えーまあ、リサイクルングの部分とのれんの部分というのは、ね、やはりこうイファースと日本をです、ね、大きく捉えたときに、まあ、日本とイファースの大きな違いですから。 なので、まあ、リサイクリング、ノンリサイクリングという話、まあ、当連なんかでも出ていると思いますね対象給付を中心として、まあ、リサイクリング、ノンリサイクリングという話と、あとやっぱりのれんね、ここに関しては、やっぱもう標的になる可能性というのは非常に高いので、そこはしっかりと見ておくようにしてください。リサイクリング関係とのれんですね まあ、たいあのそんなところで、まあ基本的にはですね。東レを中心にまんべんなく、あのやってもらいたいというところで、えまあ今日のね。このランク表優先度の表っていうのはまあ最後のね強弱だと考えてください。はい、じゃあ最後にちょっと計算について触れていきますんで、レジュメの7ページですね。7ページの下にですね。計算の出題実績があります。まあ、平成20年からで。 まず、ね、ちょっと認識をしていただきたいのは27年28年の第3問がちょっと特殊な形式なんですね。うん、え要は27年28年は第3問で前半はまあ個別の計算簡単な計算、まあ、担当で聞かれるような計算で後半は、えー、ちょっと構造的な問題ですよね平成27年は個別キャッシュロー作成問題で平成28年は個別の SS 作成問題な で、まあ、26年以前と比べると26年以前っていうのは大きな総合問題が1台出ていたんですねで27年から形式が変わっているじゃあ今年どうなるのかっていった時に、まあ、過去の日、ね、本試験を見ていくと2年スパンで形式が変わっちゃうっていうのが結構あるんですよなんで2年間は同じような形式なんだけども3年目違うよっていうパターンが、ね、あって。 まあもし3年目いったらまあその後四4年目、5年目もえまあ引き続き同じような形式というパターンがですねありましてま,あまさにここですね平成29年というのはどう転ぶかわからないとこれはあの正直どう転んでもおかしくないかなと思いますまあ個人的にはん昔の形式に戻るような気もするんですがただわからないのでねまあ皆さんね対策としてはとにかくまあ形式が変わってもびっくりしないというところですよね。心の準備 だどんん。な形式が出るか分かりません本当に全く新しい、ね、あの計算の形式の可能性もありますし別に第3問が理論かもしれないですしね。それは全然分からないので心の準備をしておいてください、ねまあ、条件はみんな同じですからあとは準備しておいて、まあ、びっくりしないというかね、平常心を保って、えーまあ、試験を、ね、行うということが一番大事ですから、ねまあ、ちょっとどうなるか分かりませんよというところで、まあ、ちなみにこの平成27年の個別キャッシュローというのは まあ実は平成19年に個別キャッシュフローが出ていてまあそれの本当に焼き直しみたいな問題で,で平成28年の個別エッセイというのはこれ平成20年の個別エッセイと非常に似ているんですねなのでまあこの間のどこかの焼き直しが出てもおかしくはないかなとえまあ思うんですがまあ正直それは分からないというところでしょうかうまあ個人的にはねこう連結キャッシュフローとか えー、まああとはね今回の公開模試に出させてもらいましたが、えー、連結 SS とか、えー、そこら辺はねあのー、まあ個人的に出るかなと思っていますがまあここは完全にただのまあ山間みたいな予想なんであのー、まあ何が出るか本当に計算ちょっとわかりません。ただ一応ね連結キャッシュローはまあ皆さん対策を立って,ているんである程度ねあの連結キャッシュローについて計算はできるようにしておいてください。はい。でまあ第五問のはもう何が出るかわからないという状況ですからね、えー。まあまんべんなくというところで。 まあ意識してもらいたいのは個別の計算ですかね。 ええまあこの時期になるとまあ連結のね難しい問題とかを結構ね練習で解く方が多いですけれどもねえ実際蓋を開けてみて差がつくところっていうのは連結の総合問題どれだけ取れたかっていうよりも個別の論点の計算をどれだけ拾えたかまあ逆に言ったらどれだけ落とさなかったのかっていうところが結構ですね勝敗に響いてきますねまあ毎年受験生からですね終わった後の答案とかですねあのいただいてまあ写しをいただいて見てみるとやっぱり個別の計算を落としている方は偏差値がガクンと下がってます。 から今いつね最後にあの本当に簡単なものなですよ、ね、あのテキストの説明レベルのやつを落とさないようにまんべんなく見ておいてください、ねまあ、リース減少の対象給付とかね、えまあ、特殊商品売買とかそういうのはいいですよ、ね、いわゆるその会計基準論点の個別の計算、ね、そこについては、えーまあ、簡単なものは落とさないというスタンスで、まあ、結構大きいですからね。もし昨年みたたいな形式で出た場合に えまあ個別の計算、第3問みたいな形だと1台3点ぐらいですかね、担当レベルの問題で1台3点でだいたい6箇所ぐらいありますから、18点、そのうち本当に簡単であればね満点取る人が続出するでしょうし、本試験の緊張感を考えても1問ぐらいのミスでとどめておかないとまあ痛いよという感じはしますので、ぜひですね個別の計算というところをしっかりと確認をするようにしてください。いえー でまあね、一応予想はおりましたが、まあ、近年、ねあのー、とにかくあの行数結構短いんで何を書くかというところ、ね、自分の,その聞かれている内容のコアとなる部分というところだけ書いていけばいいので2行とか3行だったらあの普段覚えている論書っていうのは多分書ききれませんからそこからどれだけ削っていけるか、ねえー、これをまあ実際の本試験の作業の中で、まあ、やるんだなということを念頭に置いて最後、復習をしてください、まあ、少し意識をするという形です。はい ということで、えー、まあ残りね一ヶ月切りましたが、えー、まあ模試とかが終わって一段落すると思いますけど、えー、まあここからねまだもう一段階ねギアを上げてちょっと頑張っていってください。はい、えー、それではね財務会計論についてはちょっとねあの臨場してしまいましたが以上になります。お疲れ様でした。あ、こんにちは、えー。企業法の森村です、えー。それでは資料の方をご覧ください。<laughs> えっと最初に論文問題集の目次がありましてでその後、えー、ロングレ・トーレンの出題論点がありますで最後に本試験の出題論点というのがありますねでまず本試験の出題論点を えちょっと確認をしておきますと,ですねえっと平成19年にえ組織再編が出てるんですよね。でその5年後の平成24年にえ組織再編が出てるんですよね。 そのさらに5年後っていうのが今年なんですよね。でまあ各予備校はその合併をはじめとする組織再編を模試なんかでよく出してるんじゃないかと、まあ、うちも組織再編模試で出しましたけどね、まあ、その程度の理由だと思います。で続きまして えっと設立は平成22年に出てるんですよねでそのさらに5年後平成27年に出たんですよねなので設立はしばらくは出ないんじゃないかっていう、えー、気はいたしますで次にえー 去年何が出たかっていうのを確認しますと、去年平成28年はですね、株式と期間なんですね。で、株式というのはここのところ連続では出てないんですけども、割と過去には株式っていうのは連続で出ることがありますので、えっ、ー、と平成28年去年の問題 <laughs> 何が出たかと言いますと株式と期間が出たんですね。で、株式というのはここ最近は2年連続で出てはいませんけども。 もっとずっと遡ると2年連続で出ることはよくあるんです。だから株式をやらないわけにはいかないですね。で次期間ですけども期間というのは過去に一度だけ1回も1問も出なかった年があったんですけどもまあ、大昔です、えー、旧試験の頃です。それ以降はずっと年に1回は出て1問は出てるのでそれはまあ今年も期間出るでしょうねっていうことですよね。で期間どこが出るかっていう観点で見ていきますと期間去年は取締役 会と代表取締役が出たんですよねそれで遡っていきますとその前の年27年は株主総会が出たんですよね。でさらに26年を見てみますとこれ利益相反取引もその損害賠償請求もこれ取締役です取締役が出たんですよね。でさらに25年 25年何が出たかっていうとこれもまた取締役なんですよだから株主総会取締役っていうのはずっと出てるんですよね。でにさらに遡って平成24年これも期間は取締役代表取締役なんですよ。でにさらに遡って平成23年まで来てここで取締役とようやく監査役が出るんですよ。なののでそそろそろ監査役以降の ところが出るんじゃないかとと監査役以降というと、会計参与監査役会計監査人あたりですけどもまあ、その中ではやはり監査役が一番取材可能性はあるかなっていうふうに思います。で、監査役とくればま1番メインの論点が監査役の監査権限業務監査権限ですので、それはやっぱりやっとかないわけにはいかないでしょうね。っていうことですよね。で、あとはその取締役だってですね。 まあ何せやたら出ますから取締役が出ないとはもちろん限りませんので,で取締役の論点でしばらく出てない論点何かなというふうに見るとうんそれが協業取引まあこれもお方の予備校で予想されていますけども協業取引かなとあとはですねその大きくかんん機関構造を問う問題そうすると平成26年改正が絡んでくる監査等委員会設置会社がそろそろ出てもいいんじゃないかなという感じですね。 でそれらをまとめますとその,ああの ABC マークになるんですけどもじゃあ期間,以外で期間以外で何が出るかなというのを分野別に考えていきますと今度はえと平成23年あたりのまで遡るとですねさっき24年まで来ましたので平成23年に遡ると平成23年はですね自己株の取得と違法配当が出てるんですよね。 で自己株の取得っていうのは何回も何回も出てるんですけどこれはもうローテーション的にそろそろ出てもいいんじゃないかとそして自己株の取得でですね今まで何回も出てるんですけどなぜか財源規制が出てないんですよ財源規制が出てないので今度出るんだったら財源規制じゃないかとそうすると財源規制っていうのになるとですねその証文12の組み合わせとして財源規制自己株取得の財源規制と違法配当を一緒に出しても面白いかなとは思うんですよね。 そうすると違法配当の財源規制はご存知のように461条ですから461条ですのでじゃあ自己株の方は461条じゃない財源規制2つありまして、まあ、いっぱいありますけど、まあ、例えば2つですね取得条項付き株式あるいは取得請求源付き株式ですよねそうすると取得条項付き株式なんていうのは去年出てるわけですからこうまた今年も出すのかよっていうような感じで、えー、出てもおかしくないなと逆に。 という気はいたしますでそれがまあそのローテーションとかですね、えー、そういう観点から見た出題の予想ですね。で今度は、えー、っとちょっと前に戻っていただきましてロングレの当連出題ロングレ当連の出題論点というところですけどもここからはですね、えー、っと志村先生からことづかってきた、えー、っとその司法試験の論点分析と司法試験の予備試験の論点分析から えー、見たですね出題予想というのをお話ししますでまず、えー、と志村先生 A つけておられます協業質義務ですけれども協業質義務、えー、とロングレ・トーレンでいきますと第9回の第1問ですね第9回の第1問私も A つけてますけれども、まあ、さっき言いましたように取締役が出た場合には残された論点というか一番遠い論点がこの,あの出題年度から見てですねこの協業質義務ですので、まあ、この辺かなと。 でこれは実は平成27年の司法試験で出てますでどういう形で出たかというと実はこの論文問題集の第36問論文問題集の第36問がこれがもうフルセットで、えー、司法試験に出て,出てる問題でしてなのでここにも、えー、両方とも私も志村先生も、えー、A というのをつけてます。 で次志村先生のもう一つの A 論点が429条絡みですね、えー、ロングレ・トーレンの十回の第10回の第1問第十回の第一問が、えー、これが429条1個取締役の第三者責任ですねでこれは司法試験のです、ね、予備試験で平成27年に出題されてます。で次、志村先生の B 論点。 が企業結合の問題ロングレでいきますとロングレ・トーレンの第8回第2問、第8回の第2問ですね、これ、株式交換で出題されてますけれども、えーっとですね、株式交換で出題されてますけれども、私はですね、これ合併で出ても実は同じなんですけれども、差し止め請求が、えー、その組織再編ではですね出るとするならば、この第8回第2問の問い1なんですけれども、差し止め請求が出ても、 面白いんじゃないかと平成二十六年の改正が絡むところですので何かしら差し止め請求っていうのは危ない気がするんですよいろんなとこ差し止め請求新しくできましたよね、えー、株式併合でもできましたしこの組織再編絡みでも出ましたのであできましたので何かで出てもおかしくないかなっていう気は私もしてますで次が内部統制システムこれが B ランクになってましてロングレの第七回ですね第七回の 内部統制義務違反ですね。でこれにつきましては、えー、内部統制はですね、えー、これは平成28年の司法試験で出題されてます。平成28年の司法試験で出題されてます。であと企業結合、そうですね、企業結合の説明問題はさっきのでいいですね。で次が、えー、事業譲渡ですね。事業譲渡がロングレでいきますと第9回の第2問です。 第第9回の第2問ですねで。これはですね平成27年度の司法試験でも司法試験予備試験でも両方とも事業状況が出てます。で次志村先生の C ランクですけれども監査等委員会設置会社の説明問題ロングレの第2回ですね。れの第2回で、これはまあ、 監査等委員会設置会社出るんでしたら市民委員会等設置会社あるいは監査役会設置会社との比較でまあどういう出され方をするにせよ比較の視点を出さなければいけない問題が出ると思いますで、さらに C ランクですが、えー、公開模試今日実施されました公開模試の第一問の問いにですね第一問の問いに引き抜き行為引き抜き行為 これがその協業質義務違反の問題になるのか全館注意義務違反の問題になるのか、まあ、いろいろ構成の仕方はあるんですけれどもこれも平成27年の司法試験の取材論点ですねもしその協業質義務をその試験員が出そうっていう時にセットの問題としてこの引き抜き行為というのを、えー、その全館注意義務違反として取材する可能性は確かに非常に高いような気はいたします。であとは経営判断の原則公開模試のもう一問の経営判断の原則ですね。 で最後に会計帳簿の閲覧請求権というのがロングレでは第7回に取材していますけれどもこれがですねえ実はえこれはですねそんな長々展開する問題ではありませんので証文の一つさらにその中の一つとしてちょっと出るぐらいの論点まあ付け合わせの論点としてはやっといて損はないかなっていう気はいたします。 であとはザザッとで、ね、ざざっとロングレー・トーレンの方に大体主に A とか B とかはつけてますやはりあの、トーレンというのはその取材するときにその年に取材される可能性の高いものという観点からで予想して取材してますので、まあ、やはりそのこの最後直前期になってもです、ね、そのランクつけていきますとこの辺に集中するという感じですね。 ただまあこれいっぱいなんかついて印ついてるように見えますけども証文ごとに A とか B とか振ってますのですごくたくさん A とか B とかつけているようですけれども、まあ、そんなでもないですね。でまず第1回から見ていきますと第1回のこの株主平等原則は優待制度の問題というのはこれはやっぱりやっといてください株式が連続2年連続で出た場合には優待制度がかなり危ないと思います。 で第2回は先ほど言いました期間の,の問題それが構造の問題で出た期間構成の問題で出る場合にはやはり監査等委員会設置会社というのがそろそろ出てもいいんじゃないかとであとは第2回の第2問の問いの2で自己株式の取得についてはこれ先ほど言いましたように財源規制ですね財源規制の問題が計算と合わせて出る可能性もあります。あともものののすすごいい変化球ですけども自己株の取得っていうのは あのずーっと出てないですけども持ち分会社との絡みで出題される可能性もあるんですね。で持ち分会社と株式会社の教科書の回収について社員の教科書の回収について述べなさいっていう問題が出た時に、まあ、普通だったら株式会社は株式譲渡自由の原則を書きますよね教科書の回収で。それだけじゃなくて実は自己株式のの取得というのも その株主側から見れば会社に自分の持っている株式を買い取ってもらうっていう制度ですのでそれもの回収なんですよねそれが持ち分会社と比較しますと持ち分会社における出資の払い戻しであったり退社に伴う持ち分の払い戻しであったりっていうそれと実はんて言いましょうかねパラレルに考えることができますのでそういう観点からもしかするとちょろっと出る可能性もなきにしもあらずということですよね。 であとは、えー、と第3回のこの監査等委員である取締役の解任の話はです、ね、これは、まあ、要するに監査等委員会設置会社の場合どんな形で出るか分かりませんので大き、えー、く機関構造を聞かれる可能性もあればあるいはその監査等委員と監査委員とあるいは監査役とそのあたりの比較で出る可能性もありますので特に選任がどこでなされるか選任手続きがどこでなされるかというところはしっかりとかけるようにしておいてください。 あとは、第4回はこれはそうですねこれは、えっと、募集株式の発行ですよね、これもだから差し止め絡みなんですよね、差し止め絡みで出る可能性はあるのと、あと第4回の違法配当は先ほど言いましたように、財源規制という形で、事後株の取得とセットで出る可能性があるんじゃないかということですね。で第6回飛ばしまして、第7回、第7回は、 まあ会計帳簿については先ほどその予備試験で平成25年に出ているということで内部統制義務違反というのはこれはあのどちらでも出せるんですよ、どちらでもというのは監査役の,その監査権限の問題としても出せますし内部統制の構築義務運用義務という形で取締役の義務としても出される可能性がありますのでいずれにせよ内部統制についてはしっかりやっといてくださいということです。 であとは第8回これはまあ本命中の本命ですよね監査役の業務監査権限の範囲というのは、えー、期間で一番危ないと言ってもいいところですよね。で第8回の第2問これはさっき言いましたように差し止め請求合併で出されても書くことは全く同じですので株式交換なんていうのが出た時に慌てないようにしてください条文も同じですからね。であははは第9回はまあ協業取引は 取締役の中ででは一番危ないところですねで任務受けたい責任は、まあ、これ志村先生だけ、A、つけてますけどもそれは最後にね最後にその金で片付けるっていう時には423条か429条なんですよ。えー、会社が取締役等に責任追及するんだったら423条ですし第三者が取締役等に責任追及するんだったら429条ですよねだからこれちょこっと最後に出てくるっていうのはよくあるパターンですので任務受けたい責任についてはそれはかけなきゃまずいというので、まあ、特に印はつけませんでしたけどもそれはやっとくべきですよね。 であとは、まあえーまあ、去年あたりから噂の事業譲渡ですね。で第10回これもまあ同じですけどこれが429条ですよね取締役の第三者責任はちょこっと出る可能性は常にあるということです。であとは模試については経営判断の原則とその司法試験との絡みで引き抜き行為というあたりですね。えー、ということです。でまあ、企業法につきましてはですね、まあまあ、あの毎回同じことを言いますけども その本試験レベルがものすごく低いんですね。論文の本試験レベルがものすごく低いですから、その書けないと思ってても十分受かってるんですよ。で、だからその何か書く内容、本来書くべき内容間違ったっていうんで落ちることあんまりないんですね。その書くテーマを間違っちゃうと、それはまあ落ちますけども。 だから何を書くかの問題よりもむしろ何について書くかっていうところそれを問題文から読み誤らなければですねそれで大丈夫だっていうようなそんなレベルですです。からから2年ぐらい前ですかあの、えー、財産引き受けの問題が出てで財産引き受けで書いてる人ってのはほぼ財産引き受けで書いたってだけで受かってますからね。 あれをだから原物出資で書いたり事後設立で書いたりしちゃうとそれは落ちちゃいますけどっていうそのレベルだったりしますので問題文をとにかく素直に読んで何について書く問題なのかとそこだけはしっかりと気をつけてくださいであとは論点型の問題ですとですね、まあ、とにかくまず問題提起で条文何条の問題なのかっていうのをしっかり提示してもらうと。であとはまあ 規範定律というのは解釈の問題になるわけですけれどもそこではですねそこではこうとか落ちと,とか A とか B とかを出さないというのが一応のお約束ですのでそれは守っといた方が綺麗な答案にはなりますでもあんまりそんなの気にしなくてもいいです行数が少ないときにはですねどうしてもその A とか B とか書かざるを得ない場合も出てきますのでそこもそんなに気にしなくてもいいですまとにかくその試験員が何を聞いているかというテーマですねテーマだけは間違えないようにすれば なんとかその最低限引っかかる答案を書くことはできると思いますだからとにかくそういう意味では本番で諦めないことですねであとは本試験の問題っていうのは特殊性を必ず入れてきてますそのつまり例外どっかを例外入れてるんですね典型的なものではなくて例外入れてますでもそれはですね書かなくても上位で合格することは十分可能なんですだからもう気づいても気づかないふりをするっていうのも手です。えー こここれはここきっと書かなきゃいけないんだろうなと思ってもそれで自信,自信があればバリバリ書いてもらえばですねもう最高案は狙いますけどもそうでなければもう黙っとくとえなかったことにするということで十分大丈夫ですのでえまあとにかくあの企業法では基本的に落ちないということだけを考えてですね大体みんなこう鉄棒にただ捕まって2時間頑張るという試験ですので企業法に関しては。 悪力ない人、どんどん落ちてきますから、勝手にぼと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 、最後までつかんでいれば、それで受かるというイメージで、最後、ちょっと気合いが入らない結論になってしまいましたけど頑張っていただきたいというふうに思いますそれでは、企業法はこれで終わります、はいえー、それではです、ね、最後の科目となりますけども、まあ、管理会計論と経営学ですね、ちょっと2科目担当させていただきますす、えー、レック専任講師のですよろししくお願いします。 はいえっと、まず配布物、ご確認いただきまして、まあ、管理会計と経営額です、ね、まあ、こちら資料あるかどうかチェックしてください。でまずはまじめに管理会計の方からです、ね、やっていきたいと思いますのでこちらご用意いただきまして、まあ、出題予想ということで。 まあ管理会計はおそらくまあ他の科目と比べてみると一番まあ当たる当たらないというのがそこまで合否に影響が出ない科目なのではないかなとは思うんですけれどもまあ自分なりにですねまあこの分野が出てくるんじゃないかというところを今日はお話しさせていただこうと思います。まずこちら1ページですね見ていただいて過去のまあ出題実績とあと、出題論点ですねまあ何年にどの論点が出たのかというのをまとめてあります。 でまあ、これからどういった対策をその分野についてやっていけばいいのかというところについても、まあ一言、ねえー、文章として書き,起こ書き起こしていますので後ほ、まあ、ど見ていただければと思うんですがまずまあちょっと順番に時間もないのでやっていきたいと思いますけど、まあ、日目別計算というところからです、ね、見ていきたいと思いますが、まあ、この分野は論文式試験でも重点的に出題されるという分野でもないので。 まあ,あんまり細かいことを、ね、意識した勉強っていうのをする必要性はない分野になります、ね、で割と、まあ、担当式試験の時とかだと細かな知識ですね、まあ、外注加工賃の仕分け処理とかです、ねまあ、あるいはそういった労務費の分類とかで、まあ、構成費というのが間接労務費じゃなくて間接経費になるとかです、ねまあ、そういうすごい細かな論点とかもありますけれども、まあ、そういったものについては論文では基本的には出題されることはないと思って結構ですので。 まあ細かいことをね、あんまり意識する必要性はないと思ってください。まあ、出る可能性もかなり低い分野ですね。ただ、出るときには、日目別計算、部門別計算、製品別計算へっていう、まあ、一連の流れで問うような形で出題されることがありますので、まあ、原価計算の一番入り口部分に相当しますから、ここの計算を間違えちゃうとね、当然、製品原価とかも合わせることはできませんので、まあ、細かいことは追いかける必要性はないんですけど、最低限、基本的なことはね、やはり覚えておかなければいけないところですね。 で特に、まあ、やっていていただきたいのは、まあ、材料副費の会計処理ですね、やはりここが一番、まあ、論点として出しやすいところですし、まあ、担当式試験などでもよく出てくる分野になりますから、まあ今一度ね、試験前に材料副費の会計処理なんか、まあ、記憶にちょっと曖昧なところがある方は、ですねぜひ見直しをしておいていただければなと思います。で、次の今度、部門別計算ですね、2番、移っていきたいと思いますけど。 まあ部門別計算は昨年度出ていないというところで、まあ、あの今年度ね出る可能性は結構高いのかなというふうに個人的には考えています。で特にこのまあ連立方程式法ですね相互配布法の、まあ、こちらあの直近の日照簿記一級の試験とかでもまあ相互配法連立方程式法ですね出されているので、まあ、そういったところの兼ね合いでまあ会計士の試験でも出る可能性があるかなと思っていますので、まあ、ぜひねちょっと見直しをしていただきたいところかなと。 で特に連立方程式自体は、ね、作って解,く方はできるあ解けるという方は、ね、多いと思いますけど、あのーまあ、日商簿記一級の試験とかだと直近の試験に出されたのがこの自家消費を加味する場合と加味しない場合の連立方程式ですねそれを立てるというような問題が出てきていて、まあ、計算結果ではなくて計算過程を問うような問題が、まあ、出てきたというところもありますから一応、自家消費がある場合でそういうい考慮する場合の連立方程式と考慮しない場合の連立方程式ですね。 まあ両方その計算過程としてね、ちゃんと式を立てられるようにしといていただければなとは思いますね。はい。まあここはね、理論でも出しやすいところになりますので、まあしっかりとやっておいて損のない論点ではないかなと思います。で、今度、次のところ2ページですね。まあ個別原価計算ってことになりますけど、 これ、まあ、昨年度の試験ですね出題されているところとなりますので、まあ、過去の試験見ても連続的に個別原価計算が出てくるってことは今までないので、まあ、出る可能性は結構低いかなと思いますただまあ出たところで個別原価計算って別に差し入れ書別に原価集計するだけですから、まあ、特に何かね難しい要素が入るわけでもありませんのでパズル形式の問題でも出ない限りはですねそつなく回答できるかとは思いますけれども一応まあ 計算対策として最低限確認しておいていただきたいのはこの子孫慈悲の処理のところですかね、まあ、直接経費処理まあ基本的に試験で出るのは直接経費処理でまあほとんどの方があの解き慣れてるのは直接経費処理かなというところで意外とその間接経費処理っていうのが出されたときに結構間違える方も一定数いますね。 まあ間接経費処理でその製造・間接費の予定配布率の中に子孫慈悲というのが含まれているにもかかわらずその補修査収書に集計された金額というのをまあその元の製造査収書の方に直下するというようなそういうようなね間違いをしてしまう方というのがかなりいらっしゃいますのでまあ今一度ねこれ担当問題集などにもこの直接経費処理と間接経費処理の違いを問うような問題が掲載されていますのでまあぜひ見直しをしておいてください。 まあここは結構関節系処理で出てくると引っかかる方はいるかなと思いますね。はい、で、今度、4番で製造関節費会計ですね、ここについてはもう言わずもがなと言いますか、原、まあ、価債の分析のことを指すと思っていただければいいんですけども、まあ、今さら公式応援度予算などでね、特に再分析ができないという方もいらっしゃらないかと思いますので、まあ、別途計算としてね、何かやる必要性っていうのはないところとなりますね。 ただまあ,あの典型度の高い話で一点注意しておいていただきたいのがこの固定予算とか公式応変度予算の比較のところですねまあ固定予算の欠点とかをね書かせるような問題とかも当連で出していますけれども意外とそこっってていに書ける方って少ないんですよまあ自分だとねきれいに書けてるつもりでもまあ読む人が読めば全然これでまあちゃんと書けてないなっていうそういう印象を受ける答案が非常に多いので。 ここはもうある意味丸暗記ぐらいでいいかと思いますから、まあ、ぜひ予算の比較っていうところについてはですね今一度試験前に見直しをしておいていただければなと思います。はい、で続けて、過去5番ですね、移っていきたいと思いますけど、まあ、総合原価計算の出題ということで、まあ、総合原価計算って非常に範囲が広い分野になってくるわけですけども まあ平成25年から連続的に出題されていますね。で、まあ、今年も、ね、出る可能性は結構あるのかなとは思っていて、まあ、特にこういう複数原材料の投入で製品増量タイプですね、これがまあ試験でもちょいちょい出てくると。で、あとも個人的にここは見といてほしいのがこれ、当連でも。 テーマにして出してて出いますけど検査点の移設ねこれまあ見ていただくと分かる通り、出題実績もかなりあるところなので、論点として出しやすいというところがありますので、まあ、論点的に出しやすいですし、なおかつまあ応用力を問えるというところがありますので、検査点移設の問題ですね、これはまあぜひ、ね、当連の見直しをしておいていただければなと思います。で あとまあやらなくてもいい論点として、減損の安定発生とか、ですね基本的にまあ出る可能性は低いでしょうし、あ,あと等級別総合原価計算ですね、総合原価安分法とか、過去に1回出ていますけれども、出たところでね、子孫とか減損とか絡めて出された場合、高確率でそこは合否に影響出ないところになりますので、もう総合原価安分法そのものをね切ってしまっている方も多いかと思いますけれども、ここはもう気にしなくてもいいかなというところです。 だからもう等級別に関しては完成品原価と当月製造費用安分法ですねこの2つのところをねしっかり押さえておいて頂いければ十分かと思いますね、まあ、昨年度が国別出ているんで基本的に次出てくるならばやはり等級別とかですね、まあ、あるいは単純にこういった複数原材料の投入で単純総合原価計算を問うとかですね、まあ、そういう形式のものが出てくる可能性が高いかなと思いますね、はい、で今度 6番ですね標準原価計算に移っていきますけど、まあ、ここはね、ねやはり出題頻度の一番高い分野になってくるので、まあ、過去の実績見てもらっても分かるとおりよく出ていますね。で、標準原価計算の、まあ、事前対策として、まあ、確認しておいていただきたいのはやはりこの標準原価カードの作成とかですねあと、原価債の分析全般ですねこの辺の特に理論的な補足はしておいた方がいいかと思います。 まあこれも総合問題で、ね、よく出されるところになりますけど、こういうまあぶどまり配合債とか、です、ね、ぶどまり納立債とか、あとはまあ人口制債の分析とかですね、まあ、この辺はやはりその原価債の相互依存性っていうのをテーマにしてまあ出されることがありますから、まあ、この辺の計算および理論的な話ですね、これをまあ頭にインプットしておく必要性があるかなと思います。はい、で あとこれまで当連でも出しているんですけど、この標準原価カードの作成のところをですね、ちょっとさっき言い忘れましたけど、ここ結構勘違いされている方が一定数いまして、子孫慈悲を含めない場合の標準原価カードの作成っていう、こういう表現が出てきたときに、それっていわゆるその第2法のことかなとかですね、そういうふうに考えてしまう方ですね、一定数いらっしゃいますね、第1歩,歩のことかなっていうふうに考えてしまう方が結構いらっしゃいますね。 まあ、子孫慈悲っていうのを含めない場合の標準原価カードの作成って言われた時に第一報で標準原価カードを作ってしまうと、まあ、そもそも子孫慈悲含めないわけですからこれ第1法とか第2法とか関係なく、まあ、理想標準で標準原価カードを作れって話ですからそこの,、まああの区別ですねつけておかなければいけないかなと思いますまあ子孫慈悲を含めないって言われたらこれはもう理想標準原価ってことになりますんでね、まあ、第1法第2法の話ではないんだっていうところは区別をしてください 標準原価カードの作成を間違えれば、芋づる式に連鎖していきますからね、ここは注意しすぎても、しすぎってことはないかなというところです。で、今度、4ページですね、括弧7番ですね、直接原価計算と、まあ、短期利益計画策定というところを見ていきますけど、まあ、直接原価計算そのものがテーマで出されることは基本的にないですね、これもまあ論文式試験で編みかけ論点というわけではないので、 まあ全部と直接の比較をするとかですねあるいはまあ固定費調整を行わせるような問題っていうのはこれはまあ会計士の試験では基本出てくることはありませんので、まあ、ここについては、ね、特に復習する必要性はないかなと思いますけどただまあ直接原価計算方式の CVP 分析とかはやはりよく出てくるところとなりますので、まあ、その辺は、ねまあ、計算対策も、ね、かなりやってこられた方多いかと思いますけど、まあ、今一度、ねまあ、見直しをしておいていただきたいところとなりますね。まあ、特にこの まあ損益分岐点とか安全余裕率の計算これはまあ問題ないかと思いますけどまあ経営レバレッジ係数ですねここのまあ理解とかをね深めておくっていうのは事前の対策としてはやっておいていただきたいことですね。まあ、過去にもね経営レバレッジ係数っていうのを大きく取り上げてまあこの平成22年に出題されているわけですけども。 まあここはやはりね、まあ、試験作る側の人間からしてみると、結構出したい論点かなというところになりますから、まあ、ぜひね、レバレッジ係数の算定、および理論的な解釈ですね、そこは見直しをしてください。で、あとまあ、他の論点とここもよく絡められるところですけど、この制約条件が出てくる場合の、この最適セールスミックスの決定ですね。 まあ基本的には制約条件1個のケースですね、それをまあ押さえておけば、試験上十分かなと思いますけど、まあ、この共通の制約条件が2つ出てくるケースとかですね、あと、これ絡みの論点として、シャドープライスを算定するとかですね、ここはまあ試験だと、ね、実績もないところですし、まあ、出る可能性はかなり低いかなと思いますから、まあ、基本的な、ね、この制約条件1つの場合の計算っていうのをぜひ見直しをしておいてください。はい、ここは予算管理などと、ね、絡めて出されることもありますから、 まあいろいろと応用が効く分野になりますね。で、次の括弧8番ですね。予算管理のところを見ていくと、まあ予算管理で一番出てくるのはやはりこの損益予算の編成っていうところになりますね。損益予算の編成。まあ要は見積もり損益計算書を作るっていう話ですね。 まあそれをね頭からお尻まで全部作るんではなくて、まあ、部分的に数値を問うっていう問題が大半ではありますけど経常、まあ、利益を答えなさいとかですね、まあ、そういう問題が大半ではありますがまあこういう損益予算の編成問題っていうのが一番よく出てくるかなというところですで意外とまあ予算実績再分析っていうのはそこまで毎回出るっていう論点ではないですねただまあ この直接原価計算方式の、ね、分析については、まあ、やはりケアしておかなければいけないかなと、まあ、全部原価計算方式の分析でもそんなに難易度がいきなり上がるわけではないんですけどただ、高確率で、ね、この試験出されても間違える方が多いところになりますから完、まあ、東できなくてもそっちは、ね、そんなに大きな影響は出ないと思いますけど、まあ、直接原価計算方式の分析の方は、ね、ここは完東してくる方もいるでしょうから。 まあこのをねセールスミックス分析とかマーケットシェア分析ですね、まあ、その辺んはしっかりと対策を取っておいて損はないかなと思います。はい、で、今度、次のところですね、5ページに移っていきますけど、資金管理ですね、カッ9番。 で資金管理については、これ、まあ去年ですね、また出されていて、今のところ3年連続で資金管理の計算問題っていうのが、何かしら出ている形となります。で、昨年度もまあ2年続けて出てきたんで、3年目はまあないだろうというふうに考えられていたんですけど、まあ蓋を開けてみたらね、がっつり出ているってところもありますので、まあ、なかなかね、ちょっと読みづらいところではあるんですけど。 まあやはりそのもしかしたら出るかもしれないということは頭の片隅に入れておかないといけないかなとで出るときに一応去年というのは資金運用表の作成と資金繰り表の作成ですねそこが出ているわけですから、まあ、そこは除いてもいいのかなとだからまあ見ておくならば資金移動表ですねここをまあ重点的に確認しておいても損はないかなと思いますねさすがに運用表とかが、ね、2年連続で出るというのはちょっと考えづらいところはありますので まあ資金移動表にまあ特に注意を払いながらですね、確認していただければとは思いますね。もうあの担当問題集とかに載ってるレベルのもので結構ですから、一応まあどういう原理でね、作られているのかっていうのは確認しておいて損はないかと思います。で、あとはやはり、メインドコーとしては資金管理だと、このキャッシュサイクルですかね、このキャッシュサイクルの計算および理論ですね。 まあここは出しやすさもやはりありますし、まあ、その理論的な理解というのを問う上でも、ね、いいテーマになりますので、まあ、試験試験倍する、ね、論点になりますからキャッシュサイクルの計算および理論というのはぜひ見直しをしてください。で次の10番ですねグループ経営と文献組織の管理会見についてはこれまあ去年出ていないんでまあ今年はかなりの確率で出るだろうと、まあ、そう思いますね。 で基本的に、まあ、一番最後、ですね第2問の問題2でグループ K と文献組織の管理会計っというのは出題されるので、まあ、最後の問題として、ね、出されるわけですけど結構、これまでの本試験とかですね見てきても最後の問題って割と手付かずな方って多いんですよ。 まやはりその時間配分間違えてしまって、まあ、管理会計4問あるわけですけど初めの3問に時間かけてしまって最後、全然時間足りなくて計算手をつけることができなかったってう方、まあ、一定数、これまで見てきましたけどもあのそれやっちゃうともう管理会計で大きく他の人に点数差をけられてしまいますので、まあ、絶対に手をつけない問題っていうのは作らないという意識は常に持っておいた方がいいです。 だからまあこれ、東連の解説などでもねいつも言っていることではあるんですけど、あのー、もうそういう間違った時間配分になるんだったら初めから1問絶対30分で切り上げるっいうぐらいの感覚でまあ本試験望んだ方がいいですね、まあ、少なくともね大問丸々1問その最後の問題まで解ききって全部完答するとかっていうのは基本的に不可能なわけですから。 まあ管理会見の本試験であれば、ね、40点から45点ぐらい取れれば、まあ、合格するわけですから初めの説問1番とか2番とかですねその簡単な問題の取りこぼしっていうのが何よりも避けなければいけないことになりますのでもう手をつけない問題っていうのはとにかく作らないっていう意識で見ていかなければいけないとで、なおかつこれ最後の問題って結構傾向として割と簡単なものが出てきたりすることも多いんです。 でこのグループ系と文献組織の管理会計なんかは無駄に資料が多いだけで実は蓋を開けてみたら全然電卓12回入れれば,入れればね計算結果出てくるとかですねそういう問題とかもかなり出てくる可能性がありますので、まあ、資料の多さとかに騙されずにね、まあ、回答できるかどうかっていうまあそういうちょっと精神力がね問われるところあるかもしれませんけども。 まあ意外と見た目上で資料が多い問題ほどまあ簡単だったりするっていうのは覚えておいていいかなと思います。ここは積極的に解きにっていただきたい論点ですね。で特にまあこの中でもやはりこの事業部長と事業部自体の業績評価ですね、ROI と RI の算定っていうところはよく出ていますので、まあ、ここの計算および理論っていうのは、ねまあ、必ず見直しをしてください。 まあ,あとは内部振り替え価格の計算ですね、まあ、ここも結構嫌いな方ね、いますけど、試験でよく出てくるところですんでね、見直しをしておいてください。で、続けて今度、6ページですね、移っていくと、まあ、原価管理ですね、今度。 で原価管理は基本的にはねもうここ最近ずっと出ていないっていう論点になりますんで、まあ、かなり出しにくいっていうところがありますね、まあ、出す論点っていうのが結構難しいんですよね。で、まあ、一応ねこれも見直ししておいていただきたいのは、まあ、原価規格で目標原価の算定のところとあとまあその目標原価計算されたものを展開するっていうものですね、まあ、ここぐらいは一応対策として見直しはしておいてください。まあ、出る可能性はは低いとは思いと思ますけども まあ最低限のこととしてててさえておいてくださいで次の12番の abc はこれはまあかなりね出題頻度の高い論点になりますんでで abc は出てくる時は結構簡単なものが出てくるという印象を受けますね。 でこれ前出たものの中だと、まあ、平成20年の問題が少し難しいかなっていうぐらいで、まあ他の問題っていうのはかなり、まあ、ちょっと変あ,のあんまりよくない表現かもしれないですけど結構バカみたいな計算っていうのが出てくることも多いですね本当に合ってるのかなっていうふうに結構疑心暗鬼になるレベルの問題が出てくることもありますねまあ単純に計算構造そのものは ABC は簡単ですから、まあ、単純な、ね、その割り算掛け算っていうところがかなりねあの強いられるところはありますけど。 まあ計算構造も簡単なものなので、まあ、そんなに問題として複雑になる要素っていうのがないのかなと思います。まあちょっと未利用キャパシティの算定とかですねこれ担当あと出たことありますけど論文だと出たことがないんでここなんかはね一応担当問題集とかに掲載されているものは見直しはしておいていただいてもいいのかなと思いますけど、まあ、出る可能性はそんなに高くはないかなというところですね。はい ただ、ABC そのものは、ね、いろんな出し方ができるところですね。単純にそういった製品別の収益性の測定っていうのを正確に行うために、まあ、やっていくっていうテーマで出されることもあれば、まあ、そういう事業部制のそういった本社費の配布とかを正確にするために ABC を適用するとかですね、そういう出し方もすることができるので、ほ、まあ、他の論点と、ね、絡めて出される可能性が高い分野になりますね。はい、で次の 今度7ページですね業務的意思決定とあと設備投資の経済性計算戦略的意思決定ですね、まあ、ここで最後になりますけど、まあ、こ,れここ最近ですね平成27年、28年というところで意思決定会計が出てないんですね、この13番と14番ですね見ていただければいいんですけど。 まあ一応その平成二十六年以前のところだと、業務的意思決定、もしくは戦略的意思決定か、どちらか出ているっていう、交互で出ているようなね。そういうような出題だったわけですけど。まあ二十七年、二十八年と連続で出ていないので、ここはちょっと出る可能性が高いかなとは思います。どっちか出るかなと。で、より、まあ個人的には、出る可能性高いと思っていうのは、こっちの。 まあ、戦略的試決定の方ですね、設備投資の経済性計算の方が、まあ、出る可能性は高いかなと思っています。まあ業務的試決定についてはね、出る可能性が高いといったからといって、事前対策っていうのがなかなか困難な分野になってくるので、まあ、事前にできることっていうのはね、典型的な理論っていうのを入れておいて、その問題文の題とかの読み取りをスムーズにできるようにしておくぐらいしかありませんので。 まあ特に別途、ね、今から対策取るっていうことも難しい分野になりますから、まあ、出たら出たでその出たとこ勝負になるかなと思いますけどこっちのまあ戦略的意思決定の方はね事前対策で何とでもできる分野になるかなと思いますんで、まあ、ぜひ、ねえー、まあ取り替え投資の意思決定とか論点として難しいかもしれないですけど、まあ、ここ苦手とされている方はですね、まあ、今からでも遅くはないかと思いますんでぜひね得意にしていただければなと思います。 であとこの設備投資の経済性計算絡みでは、本試験で計算上の留意点というのを一番下に載せてありますで。ここは必ずちょっと読んどいてください、ここの部分ですねこれ過去の本試験で、まあ、この論点でちょっとくだらない引っ掛けっていうのが、ねまあ、何個か出されているのでそういったもので引っかかって、ねまあ、点数を落としてしまった方っていうのを何人もしてます。んで まあ、特にこれは他の分野にも言えることですけどこれ、ここですね、単位については必ず注意してください、この回答用紙の単位ですね、まあ、資料が円単位で与えられて、答案用紙っていうのが1000円単位で与えられるとかっていうのは、これはもう必ず注意を払わなければいけないところになりますんで、まあ、ここだけは他の分野に関してもです、ね、当てはまるところになるかなと思いますから、まあ、必ずね、えー、まあ計算結果ですね、書き写すときに注意を払ってください。 まあちょっと長くなったんですけど、まあ、以上がまあ管理会計の出題予想となりまして、まあ、今度、ちょっと経営学の方ですね、見ていきたいと思いますんで、まあ、手短に済ませたいと思いますけど、経営学のレジュメの方ですね、ご用意ください。で、 計画に関しては、ちょっと出題形式そのものがねどうなるのかっていうのが蓋を開けてみないとちょっとわからないってところもあるんですけど、一応、まあ形式面でどういったものが出てくるのかっていう予想も一応入れています。で、まずこの経営管理分野ですね、括弧1番ですね、まあ、過去の出題実績っていうところで、これ、形式面のね出題実績っていうのをこちらにまとめてあります。 でまあ、大きく分けると、素材の仕方ってこの、まあ、文章問題か用語問題かっていうふうに分けることができるかと思いますけど、まあ、ここ最近の試験っていうのはほとんど文章問題っていうのが出てこなくて去年なんか文章問題っていうのは2問ですね。で、用語問題に関してはまあ一応まあ10箇所プラス、まあ、あとまあ計算一部含まれてましたけど、まあ、11箇所ですね、まあ、一等問題のようなものが出てきているというところで。 まあほとんどですね、もう用語を知ってるか知らないかっていうところでもう点数が決まる分野になりますので、まあ、用語対策っていうところをとにかくやっておく必要性があると。で、もしかしたらね、書かせる問題っていうのが、まあ、すごい一昔前の試験みたいに、まあ、あの中心的に出される可能性っていうのもゼロではないんですけど、あの結局、経営学って結構、書かせる問題とかって、試験に出したくないんですよね、できるだけ。 例えばまあ組織文化の機能を書きなさいとかっていう問題一つとってもですねそんなものっていくらでも答えに幅が出るところになりますんでこの経営管理分野で何か書かせる問題っていうのを出す可能性っていうのはまあ最近の試験だと本当に低いかなとで特にもう考えさせる問題っていうのはほとんど出てこないですもうほぼ用語の定義を答えるかあるいはまあその知ってるか知らないかっていうところを答えさせるようなそういう理論でしか出しようもないので まあ,あまり深く考えずにですね気述対策っていうところは別途講じる必要性はないと思ってください、まあ、何かやるとすればねその用語の定義を自分で答えられるようにしておくっていうぐらいには、まあ、用語の理解を、ね、深めておくっていうぐらいに対策しておいていただければ十分かなと思いますね。はい、で今度、次の2ページですね映っていくと、まあ、ファイナンス分野ですね。で ファイナンス分野は、ここ最近ですね、まあ文章を記述させる問題全く出てないですね、ここ5年ですね。だからこちらについてもね、当連などではその書かせる問題とかも一部出していますけども、まあ特に書ける必要性っていうのはあんまりないと思ってください。で、もうどちらかというと、もう単純に聞かれた数値の回答ですね、それができるかどうかですね、まああるいは選択肢の正誤判断っていうのができるかどうかっていうところになりますんで、 あまりそのアウトプットっていうのをですね普段から意識した学習っていうのをする必要性はない分野だと思ってください。で、まあ、これどうでもいいんですけど、ここ最近の試験ですね、一応まあ回答箇所としては30箇所っていうところがもう固定で決まっているので、まあ、おそらくまあ今年の試験っていうのも30箇所ですね、採点欄っていうところが設けられて、まあ、1箇所大体いい3点から4点ぐらいの間隔で見ていただくといいのかなと思いますね。はい あすみません2点ですね、1箇所2点から3点とかってレベルで見ていただければいいかなと。はいまあ、これがまあ財務管理分野ってことで、まあ、基本的に形式面っていうのはそこまで恐れる必要性はないかなと思います。もういつも通りですね、数値の回答などができればいいと、あとはまあグラフとかをかけるようにしておけばいいかなと。で、次の3ページのところに、一応内容面ですね、まあ、こういうのが出るんじゃないかっていう、まあ、予想を出していますけど。 でちょっとまあ経営管理分野はですね予想を攻めてますであのーまあ、用語を、ね、ちょっと当てに行こうと思っているのでまあ、重要論点とあとまあワードのところですねここはあの個人的に出るんじゃないのかなっていう,ふうに思っていますので、まあ、ぜひ、ね、試験直前になった時にときにこの重要論点とワードのところですね見直しをしていただきたいなと思いますね。 で、まあ、ミクロ組織論のところで言うと、この、まあ、機体理論とかですね、まあ、内発的動機づけ理論とか、PM 理論、コンティンテンシー理論、サーバントリーダーシップと、この辺が特に重要ワードかなと、まあ、機体理論なんか特に重要かなと思いますね、あのー、これ、まあ、試験員何人かですね、機体理論について書かれているので、ここ自体、ですねそのままピンポイントで出される可能性っていうのはかなり高いです。 で内発的動機づけ理論というのも結構重要なんですけどこれまあ過去に何回か出題されているところになりますので、まあ、改めて出るかと言われると、まあ、少し期待理論とかに比べるとちょっと重要性は落ちるかなというところです。ただあとまあリーダーシップ論というのは全然出てない分野ではあるんですけどここを試験員です、ね、好きな先生いらっしゃるので、まあ、今年こそはというところで まあ、特にメジャーなこういう PM 理論とかはですね、まあ、覚えておいて損はないところですあとまあサーバントリーダーシップっていうのも何人かね用語として述べられている先生いらっしゃいますのでここはまあ用語の定義ですね、まあ、一応書かせる問題とかも出てくる可能性ありますんで書けるようにしておいて損はないかなというところですねまあこれがミクロ組織論の分野ですね で今度はまあマクロ組織論の分野に関しましてはこれまあ官僚性組織ですね、ここは過去に出題のあるところではありますけど、まあ、官僚性組織とか組織文化の階層性ですね、あとまあ意思決定論のところとかバーナード理論ですね、この辺はかなり重要性高いところです。まあ、官僚制組織についてはね あのやはりその官僚制組織の逆機能というところは、まあ、説明を求められる可能性っていうのはあるかなと思いますので、まあ、しっかり書けるようにしておいてください。で組織文化の階層性はこれ、まあ、あのレジュメなどには載せていましたけど、まあ、これ、まあ、社員の組織文化の階層性ですね、まあ、社員って人の名前に、ね、答えさせるものも出てくる可能性はあるので一応、社員というのはちょっと入れておいてください。 であと、まあ意思決定論は今年は結構厚いかなというところですね、まあ、こういう伝統的な、まあ、サイモンとかマーチが唱えている意思決定論に加えて、まあ、この比較的新しめのゴミ箱モデルって呼ばれるようなものですね、まあ、ここ、試験対策の時にやっていますけども、まあ、ここは用語としてね何か問われる可能性はあるかなと思います。まあ、特に説明とかは求められないとは思いますけどね。はい であと、まあバーナードの理論ですね、バーナードの組織論っていうところに関しては、これもまあ複数の試験員の先生がね著書の中で示している部分になりますんで、まあ何かしら出てきてもおかしくないかなと、まあ過去の本試験だとね、無関心権とかっていうのを答えさせるものとかも出ているので、まあ出るとしたら、まあ組織の成立要件とかですね、まあ結構出てくる可能性高いかなと。 まあ組織成立の要件ですね、まあ、3つありましたけど、まあ、そこの3要件っていうのはまあ具体的に列挙できるようにしておいた方がいいですね、まあ、個人的にはミクロ組織論よりもマクロ組織論ですね分野としてはまあ重視して復習はしてほしいかなと思いますね、はい、で今度括弧3番ですね企業戦略に関しては まあここはです、ね、特に押さえてほしいのは、やはり PPM ですね、ここももう複数の試験の先生が PPM については論じているので、まあ、PPM の何が問われるかっていうのは、ちょっと蓋を開けてみないと分かりませんけれども、まあ、当然、4つに、ねまあ、セル作ったときのそれぞれマトリックスの用語ですね、まあ、4つのセルの用語っていうのを答えられるようにしておくっていうのは最低限のことですね。であと、国際化戦略は。 この国際化のための組織デザインとか、ですねここがまあちょっと怪しいかなっていうぐらい、ですねここをまあ水戸市県委員がね、えー、結構著書の中で示しているところになりますんで、まあ、国際化のための組織デザインっていうのはちょっと見直しはしておいていただきたいかなと。はい、でただ、論点として企業戦略っていうところよりも。 まあこの次のカッコ4番ですね競争戦略っていうところの方が、まあ、出される可能性は高いところとなりますね。まあ、完全に競争戦略専門の先生っていうのが、まあ、加藤先生になりますけど、まあ、いらっしゃいますんで、まあ、競争戦略について何かしら問うようなものっていうのは出てくる恐れがありますね。で 出されるときに何が出るのかというのがちょっと難しい分野でもあるんですけど、まあ、このファイブフォース分析とかですね、あとまあ業界標準の確率とか、まあ、あるいは競争地位別戦略ですね、まあ、リーダーが取るべき戦略とかですね、フォロワーが取るべき戦略とかですね、その辺のことを講義でやりましたけども、まあ、こういう競争地位別戦略とか、あとまあ買収防衛策は、これは基本ですね、まあ、この辺のところが、ね、出されるかなと。 で結構、この業界標準の確率のところは、ですねあのネットワーク外部性っていうのは、キーワードにあ、ネットワーク外部性ですね。まあ、ネットワーク外部性については、一応、用語の説明レベルまでね、知識を高めておいていただければとは思いますね。はい、で、次の4ページのところですね。技術系系とと日本的系ってところで まあ一応ここも本年の一つの山になってくるかなっていう分野なんですけど、技術経営と日本的経営ですね、まあ、好きな試験員の先生いらっしゃいますから、まあ、日本的経営なんかね、毎年一つの山になってくるわけですけど、まあ、特に技術経営っていうところをですね、まあ、佐々木試験員が好きな分野になりますんで、まあ、過去に出されていないものとして、こういう工程イノベーションとか製品イノベーションですね、まあ、一番基本となるところではありますけど、 まあ製品のアーキテクチャーとかっていうのはね、まあ、以前出ていますしで、破壊的イノベーションとかですね、あるいはイノベーターのジレンマ仮説とかですね、その辺も過去に出されているところになりますので、まあ、基本的にはね、シンプルなものが出てくる可能性が高いかなと思うので、工程イノベーション、製品イノベーションっていうのは、基本用語としてね、必ず押さえておかなければいけないと。 であとまあ日本的経営としては3種の人器中心に見直ししていただければいいかなと、あとまあ言葉としては見えざる趣旨という,ような言葉が、ね、結構重要かなと思いますので、ここはまあ説明できるようにしておいていただきたいなと思いますね、見えざる趣旨と。で、今度、括弧6番ですね、コーポレートガバナンスと企業の社会的責任ですね、ちょっとすいません変換ミスしているんですが、責任ですね。 まあコーポレートガバナンスと企業の社会的責任、CSR ですね。で、ガバナンスはここ最近ですね、まあ、よく出てきているところで、去年もまあコーポレートガバナンス絡みの話っていうのが出ているので、まあ、出るかどうかっていうと、ちょっと微妙なんですけども、一応、ここもまあ水戸市建委員の専門分野になりまして、でおそらく水戸市建委員がことしで体感されるのかなっていうふうに思われますんで、最後に出してくるっていうこともありえるかなっていうことで、一応、丸をつけています。 まあとは言ってもね、ねもう典型的なものはかなり出ているので、出ていないところっていうことになると、こういうまあ機関投資家の経営者の切り続けですね、こういうボイスとかエグジットとかですね、この辺んはまあしっかりとね、答えられるようにしておかなければいけないかなと。で、過去の本試験では、機関設計とかも出たことありますけど、まあ、さすがにもう、機関設計について通ってくるっていうことは、もうないかなとは思いますんで、まあ、ここはね、まあ、企業法でもやってるところなんで、別途、対策は取る必要性はないかなと。 であと CSR 絡みで重要な言葉としてこううサステナビリティとかトリプルボトムラインとかです、ね、あとまあノブレス・オブ・リーズとか SRI という、ね、この辺の用語ですね。まあ、ここはしっかりと、ね、押さえておいてください。 で最後、まあその他の分野ってことになりますけどまあこれ、ドラッカーの理論とかですね人的資源管理とか、まあ、コンフリクトマネジメントベンチャー経営っていうところでまあまさにまあ試験員のね研究分野っていうところになってくるんですがただ、まあ最近の試験見てるといわゆる試験員のね研究分野でちょっとマニアックなところっていうのはあんまり最近の試験出ていないので。 まあ一応今年の試験だとねこういういコンフリクトの発生と解消とかっていうのはまあ普段ね講義では取り扱わないもので今年の試験特有のものになってきますけどまあこういうところまで通ってくる可能性は結構低いかなとは思いますんでね最低限まあ組織コミットメントとかこの同質性マネジメントですね、ここはちょっと日本的経営とかと絡めて出される可能性がありますんであとまあダイバーシティマネジメントですね。ここは特に 重点的に見直しをしてほしいところかなと思います。はいまあ、とは言ってもね、あ,のー、あんまり範囲を、ね、狭く学習するっていうのは危険な分野ですから、まあ、広く浅く、ね、知識を持っておくっていう、まあ、そういった意識で、まあ、これからの期間ですね、学習には取り組んでください。であとまあ5ページに、この財務管理の方もも、ね、一応掲載してありますけど、まあ、ここはもうちょっと時間もないんで、本当に手短に済ませたいと思いますが、まあ 企業価値評価のところですねやはりまあここはもうこれまでねもう何回も何回も出てきているところになりますんでやはり本年も出る可能性が高い分野ですねまあどうしてもねファイナンスは範囲が狭いっていうところがありますんでまあこういう企業価値の評価なんかねいろんな出し方ができるところになりますから、まあ、試験委、e、員としても、ね、出しやすいっていうところがあるのかなと思いますねで企業価値評価で必ず注意しなきゃいけないのがこの丸2番の留意点の1行目の後ろのところですね まあ計算にあたって定率成長モデルにおける分子のキャッシュフローは企業価値あるいは株価算定時点の1年後の数値が割引計算の分子に捉えることに注意をするとここは必ず当連など使ってですね見直しをしてください、まあ、企業価値の評価とかでまあ例えばフリーキャッシュフローを割引く際にまあ継続価値とかをまた求めなければいけないわけですけど その継続価値算定のときに結構、分子のキャッシュフローですね年度を間違えてしまうという方がかなりいらっしゃいますから、まあ、しっかりとその継続価値を算定するときの分子のキャッシュフローですを、ねまあ、どの値を使うのかというところで、まあ、迷いが生じないようにですね、まあ、しっかり復習しておいてください。であと、ここ2年では出されていないまあ財務分析のところですね、ここはまあ出てもどうってことはないかと思いますけども、一応、基本的な指標の見直しというところは、ね、改めてやっておいてください。 まあ特にね、直近の担当とか受けてきてない方は、ですね管理会計の試験で、まあ、財務分析っていうのを論文対策で別途とやっていないかと思いますので、まあ、意外と忘れてる方もいらっしゃいますから、基本的な指標の見直しはしておいてください。で、一応、財務分析絡みでね、こういうパーとか PBR の計算ですね、株価関連指標についてもまあ見直しをしておいてください。これ、マーケットアプローチっていう形で、企業価値評価に使われることもありますんで、まあ、パーや PBR の計算ですね。 ここはちょっと知識が曖昧な方は今一度見直しをしてください。であとはまあコーポレートファイナンスの分野ではまあやはり MM 理論というところがね主役になってきますので、まあ、この資金調達意思決定絡みのところですね、まあ、ここはまあ計算問題ですね、また見直しをしておいていただきたいかなというところです。はい、で今度、括弧2番ですね、投資理論の方を見ていくと、これはポートフォリオ理論ですね、これがやはり試験でも。 必ず出ててくるとと言ってもいいところですねポートフォリオ理論と。でここはもう対策やってこない人もね当然いないわけですけど、まあ、基本的なそういう共分散とか相関係数の算定だけでなくシステマティックリスクアンシステマティックリスクですねこの辺の定量化の公式ですねこれも何も見なくても文字式でも書けるようにしておいてください。 とにかくね、曖昧な知識だと不安を覚える分野になりますから、必ずね、もう文字式で書けるレベルまで、まあ、知識を定着させておいてください。で、あとまあ、これ、去年もね、ここは出るだろうと思ってたんですけど、まあ、出てないということで、行動ファイナンスですね、これまあ、新たに入られた試験委員の先生で、まあ、行動ファイナンス専門の先生っていうのがいらっしゃいますんで、こ、まあ、今年こそは出るんじゃないかなと、何かしらね。 で一応、まあその旧試験時代まで遡ると平成18年以前の試験ですとまあこの行動ファイナンスの分野からですねプロスペクト理論とか出たことがあるのでまあまたそういったところの焼き直しじゃないですけどもあの今年の試験でねまたプロスペクト理論とか出てくる可能性はあるんでまあそこはねちょっと見直しをしておいていただきたいところになるかなと。はいで あとはまあここの債券の評価ですね、まあ、デュレーションの計算とか、まあ、利回り計算というところに関しては、まあ、しっかり対策を取っておいてください。ですみません、これ、あと毎回言うんですけどあの、市場均衡理論ですね、いわゆるキャップ m ですけど、キャップ m ですね。で、このキャップ m 絡みでちょっと注意して,いて,注意しておいていただきたいことが、こちらですね、まあ、市場均衡理論に関しては、市場ポートリオの期待収益率と、 この市場リスクプレミアムの混同ですね。ここに必ず注意を払ってください。市場ポートフォリオの期待収益率と市場リスクプレミアムは違いますからね。市場ポートフォリオの期待収益率からリスクフリーレートを差っ引いたものが市場リスクプレミアムになりますんで。 ここの混同してしまうと株主の要求、収益率間違えてしまって例えばその後のワックの計算間違えてさらに企業価値の計算間違えるとかですね完全にまあ芋づる式に連鎖していきますから、まあ、ここはね確実にあの問題文でもどちらで与えられているのかなっていうのをか、えー、ちゃんとね注意を払ってみてくださいであとまあ最後、デリバティブになりますけどここまあオプション取引去年出てないんで、まあ、ここがやはり本命かなというところです。オプション取引 まあ、スワップはもう出ないかなと思いますね、あんまり手を変え、品を変え出せる分野でもないですし、平成26年に金利スワップ出てますしね、平成28年、昨年度試験でそういった通貨スワップっていうのが出ているんで、もう今年は出ないかなと思いますね。はい、だから、まあ、オプション取引ですね、まあ、これまで通り2項モデルを前提とした、ですね、まあ、そういう複製ポートリオの算定とか、リスク中立確率の算定ですね、そこを必ずあの見直しをしておいてくださいはい。 まあ最後、ちょっと急ぎ足になったんですけども、まあ、以上がまあ管理会計と経営学の山あてということで、まあ、あとはね、まあ、残りの期間ですね、まあ、1ヶ月ありますので、まあ、本当にあんまりその細かいところとかにね、深入りする必要性はないかと思いますんで、まあ、基本的なものっていうのをね、しっかり知識定着させるっていうことを心がけてください。まあ、それではこれで山手て会の方ですね、終わりにしたいと思いますので、えー、皆さん、本日はお疲れ様でした。